はい、いや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 、じゃあ今月も自己嫌悪大会を、はい、腕試しトーナメントってね、はい、いう名前でやらせてもらってますと、はい、なんかこの腕試しトーナメントをやってから1ヶ月早く感じますわ。なんかめちゃくちゃわかります。なんででしょうね。なんかね、もうかって思う。そうそうそう、うん、やっぱね、うん、毎月大会やるっていうのは結構なんかね、うん、やっぱエネルギーなんですかね。あ、まだ参加する勇気ないやって。お、この大会参加する勇気なかったら、はい、大会参加できないまであるんで、そうですよ、した方がいいですよ。勇気じゃない、しかも目指せ一生、はい、一生できるんですよ、初心者多いですよ、できますよ、はい、ね、一生できるんで、だいぶですよ、怖くない、タイトル変えますね。もっと言うと、はい、うちらの運営もぬるすぎて、そうなんですよ、怖い。しかも今回人数が多くてスイスドローでどうなるのかちょっとわからない。で、さっきちょっと会議をした結果、5回今までやってたんですけど、6回にします。そう、6回にして。多分6回にしても優勝者決まらないんじゃないかっていう説があるんで、まあ、そしたらトーナメントやろうかなと思ってます。なんで、この大会っていうのは、ディスコードを使うのと、スマッシュ GG を使うっていうその2点を、まあ、みんな勉強していきましょうっていう風になってますと。なんか大会ってやっぱ重いじゃないですか。でそれをこの大会で皆さんこう覚えていきましょうねって。で今までこうやった時にやっぱりその1ラウンド目っていう一番最初の時は、まあ、ちょっと戸惑ったりとかもするんですけど、大体2ラウンド目ぐらいからもう結構みんなこう理解してきて、そうなんですよ、そうできてますねっていう感じで、はいはい、で、あとはちょっと団子さんと、まあ、あとうちのポポスケさんっていう、はい、もうなんかルール、まあ、裏方で暗躍してる人がいるんですけど、暗躍してないですよ。暗躍してないですよ、はい、はい、の方にちょっとね、今日の、はい、ラウンド設定を編集するっていうので、ウェーブ数が、ね、はい、今変えれるかどうかね、ちょっと試しますね、はい、まあまあ5でもまあ最悪いいかなって、うん、最悪っていうか、あー結構ありがとうございます。あー、だんだん参加ランク、これね、1回上げてるって感じです。うん、1回無差別まで行って、けど俺、やっぱ思うんですけど、できれば初心者隊をやりたいっていう。ただ1回これで走ってみようよっていう感じで。うん、うん、怪しいっす。5で行きましょう。あ、5で行きます。5で行きます。すいません。5で行って、はいはい、まあ、5、6人全勝者がいると思うんで、はい、まあ、それをトーナメントでやって優勝者を決めようかなと思ってますと。はい。はい、っていうことは5、6人勝てる人が出てくるってことか、うん、かもしれないです。まあまあまあ、はいはいはい、うん、ちょっとこうとね、というわけで、早速ですね、はい、大会やるにあたって実はルールみたいなものがありまして、はい、それはですね、やらないと、大会ができないので、皆さんこれを参加者の方はお願いします、はい、これね、ここで学べるのでかいですよ実は。そうです、一つ目はですね、大会前にディスコードの設定をしようということで、ディスコードで自分の ID を右クリックしていただくと、ニックネームの変更っていうのができます。でここがすごい大事なんですけども、大会はですね、皆さんが、ラウンジで対戦相手を、呼んで、で、そこで対戦するっていう形になります。なので対戦相手を、ね、呼ぶときにその人の CFN ファイターズ ID がわからないと呼べないんですよ。なのでディスコード上の自分の表示名を、CFN を入れるようにしてください。自分だとその団子で、釜団子っていう形になってるんですけども、このニックネーム変更は、これはね、マストなので、ぜひ設定してください。うん、やってもらう方がいい。しかも、全部のディスコードの名前変わるんじゃなくて、あくまでも、はい、この自己嫌悪の部屋だけしか変わらないんで、そうなんです、安心してください。そう、で、一応携帯だとこんな感じでできることが判明してるんで、携帯はですね、自己嫌悪のサーバーのところの、3点リーダーをクリックすると、ニックネームの変更っていうのがあるんで、そこで、変更してみてください、よろしくお願いします。あとですね、まあ、各ウェーブというか、うん、第1試合で、大体2試合ですかね。そうですね、はい、ピックアップしてフードさんがこの試合見たいねっていうところを選んで、うん、そこの方たちもしよろしければですね、配信台音声チャットに遊びに来ていただければと思います、
で最後一応これ追加したんですけども、この後、大会を進めていくにあたって、スマッシュ GG というものを使っていきます。登録していただいたものなんですが、ここでまず対戦する前にチェックインという作業が必要になって、で、試合が終わった後、どっちが勝ったよっていう入力をしないといけないです。でそれはですね、勝った方も負けた方も入力する必要性があります。で、よくある問題だったんですけども、スマッシュ GG にログインしていたのになんか自動的にログアウトされてるっていう問題で入力できないっていうことがめちゃくちゃログアウトされますありました。はい、まあ、なんで、スマッシュ GG のなんか問題があったら、あれログアウトされてないかなっていうのを確認していただければと思います。一応ねこれが注意事項になりますんで、そうですね、基本的には、はい、まあ今回人数が多いってことは、うん、BSTB カップからこう参加してくれた方もすごく多いと思うんですけど、はい、あれは、まあ、結構こうこっちから呼ぶっていうパターンもあったと思うんですけど、基本的には今回は、自分たちで部屋を作って、呼んでもらって、はい、やりますと、はい、で一応 1P の方の人が、はい、2P 側の人を呼ぶっていう一応ルールになってます。まあ、ただ、まあ理解できる人が やるっていうか、まあ、その呼ぶ前にも例えば、スマッシュ、ディスコードで話して、今から呼びますね、部屋作りますとか、ちょっと作り方わかんないんで、じゃあ何々さん呼んでもらってもいいですかとか、そういうやり取りを してもらった方が基本はいいと思います。はい、であとはディスコードだけじゃなくてもスマッシュ GG 内でチャットができます、でその機能が実はすごく便利なので、はい、スマッシュ GG で対戦相手の方をクリックするとチャットみたいな項目があるんで、そこから直接まあ、よろしくお願いします、部屋作りますんでちょっと呼びましたとか、はい、をやってもらえたらいいかなってとは思います。そうですね、まあ、一応じゃあチェックするところとしては、ディスコードの、自己嫌の腕止めストーナメントという、このチャットのところですね、はい、でもう一つスマッシュ GG の、まあ、対戦相手とチャットができるところがあるんで、その2つを、はい、まあ使って基本的に、はい、常にチェックしていただければ、ね、それでも絶対に、まあ、初心者のが多い大会なんで、分からないことってめちゃくちゃあると思うんですよ、はい、けど大丈夫、皆さん教えてください。大丈夫ですよ、まずみんな分かんないし俺たちも分からない、分かんないですよ、はい、それだけじゃなくて、はい、一応ポポ君っていう、はい、うちの優秀なスタッフさんが、はい、これちょっと今いるんですけど、ちょっとポポ君こんにちは、ポポさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この人がすごい運営に入ってもらっていまして、はい、まあ、手伝ってくれてて、うん、まあ、なんかこう困った時になんかディスコードで書いてくれたらすごい対処してくれる、うん、まあ、それこそ他の人とかもこう助けてくれると思うんで、はい、むしろ分かんないことあったらどんどん聞くという聞いて、はい、なんかこう、あ、今日大会参加してよかったなって思ってくれると嬉しいなと、うん、ね、うん、はい、思ってますと。で、まあ、あとなんかちょっと抑えるところなんですけど、はい、何したっけ、3点 の, 通信が、あ、回線の問題ですね。そうですね、回線が、P2P かサーバー経由かっていう、うん、なんか2つの通信形式が、スト5の場合はあるみたいで、この、P2P の場合は結構スムーズな対戦がしやすいんですけど、サーバー経由になってると、まあすごいラグい。サーバー経由だった場合は、うん、2回作り直しても大丈夫です。2回作り直しても大丈夫、はい、みたいにしましょう。サーバー経由の形があるんですけど、はい、それももしかしたら作ってもいいのかもしれないですね。うん、うん、次回ね、そういうのがあったらすごい便利かな。最近その CPT でそこら辺のルールが、あ、ディスコードに画像あります、ディスコード画像あるんで、はい、ちょっとね、さすがですね。そう、点2個が、点、はい、そう、点が3つあると大体終わりです。そう、要するに点が2個だと俺とお前みたいな、うん、はい、点が3つあると俺とお前とサーバーなんですよ。そう、なんで上手さしますね。そうなんで、まあ対戦する前に例えば龍対剣みたいなキャラクターが出る画面の下に、うん、なんかねアイコンがあるんですよ、この点が2個なのか3個なのかみたいな、うん、もう書けよサーバー経由って思うぐらい、そう2個か3個みたいなので、うん、まあ、そこを見といていただければと思います。で、まあ、それが、3点の場合は作り直すと結構治る、治るんですよね、うん、なんか ラウンジを、1回倒して、うん、もう1回作り直すっていうのをするでいいですかね、うん、はい、はい、あ、そこ間に合います、間に合います、ポーさん、ね、どうですか、間に合いますか、怪しいですけどね、参加間に合わない、怪しいですけどね、参加どうですか、うん、怪しいですけど、ちょっとどうした、どうした、厳しい、いや、閉まっちゃったかもしれないですね、閉まっちゃった、うん、ちょっ
怪しいですね、ごめんなさい。すみません、ちょっと、はい、怪しそうな。怪しそうな気配がしてます。まあ、みたいな感じなんで、まあ、オンラインなんで、まあ、いろんなトラブルはつきものだと思います。はい、で何かあった時に、私が判断を下します。今回は自分が、まあ、主催者なんで、はい、全部、何かあったら下しますんで、はい、非常だと思われないように、頑張りたいなと思ってます。はい、そうですね。まあ、ということで、まあ、やっていきましょう。すいません、やらさせてください。ザービコさん、すいません、ちょっと入ってしまって、はい、じゃあ早速なんで、まあ、どんどんトーナメント始めてって、まあ、その形にね、はい、していきましょうと。ちょっと俺あのここからちょっと分かんないんで、ちょっとお願いします。はい、もう少ししたらじゃ あのアクエレスさんとかも呼んでね、はい、まあ、ちょっともうちょいあれでしたね。まずトーナメントのこう形とかを見ていきましょうか。う、見ていきましょうね。あ、ちなみに、ルールは2先2先ですね。2先ですね。はい、2先でございます。99秒2先で、うん、俺は分かんないですよ。ですよ、俺は分かんない。分かんないですよ、俺はここら辺の操作出ないっすね出ないっすね。これこっち持ってきますか。あ、怪しいですね。これですね、はい、はい、この画面です。はい、で、ログインしてないですね。ログインしてましたね。はい、これですね。まあ、いろんなルール。はい、これね、あれなんですよ。毎月やってるんですけど、毎月ここがね、震えるんですよね。ここ震えますよね。開幕は。最初の方を何回も作り直したっていう。そう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 、一応これがですね、試合の、ブラケットになってまして、参加者、まあ、ちょっとね時間かかるんですが一応読み上げます。はい、なんでフードさんが、この試合は配信台だっていうのを選びますんで、はい、2試合選びますと。はい、開始ですね。はい、はい、ということで、読み上げます。はい、まあ、1回戦というか、A ブロック、アクアクションさん対ゲスさん、うん、ドテラさん対ネズチちゃん、ネズチさん、ハニさん対リリトさん、はい、先ほど来ていただいた方たちですね、タタタイガさん対ガイアさん、うん、ビートミックスさん対シオンさん、オクナルシアさん対リョウさん、ルノティナさん対スリックサイバーテックさん、はい、オワツヌさん対、アジアシープさん、シャローさん対、ミナディーン先輩さん。確かに名前やっぱ覚えやすいな、ミナディーンですか。なんかね、耳残りますよね。ワールドオーダーさん対、タイガさん、松ヤニさん対ウェリーさん、春風太刀さん対、ゆずきちさん、シンさん対ジタンさん、クラートさん対おかゆさん、ガムさん対、ビエキョウさん、ウロさん対レースさん、ニート受験生さん対、YM ダーさん、うん、サザエヘアさん対、ユネスコさん、アヤコスさん対 BBC さん、ヤスマさん対白米ライスさん、はい、トラマルさん対一休さん、カズマックスさん対シロさん、シカさん対マサキさん、キャリーさん対、スダドッケイさん、ドヤフェイスさん対色紙さん、プラさんさん対、はじめさん、サンタワーさん対愛してななみさん、うん、もじゃさん対かねさん、いちさん対ふとうごうさん、こがねさん対さんさんさん、しまべさん対 TSX さん、カペルミュールさん対アマイディングさん、男立ちさん対ハリハラさん、
フモラさん対バロンヤス、百鬼さん対吉村さん、カエトンさん対マイワイフイズザンギさん、すごい名前です斉藤チェアさん対アンドーチンさん、ハシンガリーグさん対ヒョードさん、アーピーさん対イサオ、CAC さん、ムラックスさん対ケロケロマルさん、キクゾオンラインさん対イリノスさん、リエンさん対レモンサワーさん、ピーニストさん対キーノさん、デカシタさん対クロエさん、はい、イチさん対 HTC UK さん、リョウマタさん対教師さん、あ、たくさんの参加ありがとうございます。ありがとうございます。92名ということで、はい、いやけどやっぱゴールド隊って多いんだなって、しかも知らない人やっぱ多い、うん、そうですね、今までやっぱ聞いたことない、本当に初めての人が多いなっていうのが好印象ですね。俺やっぱハシンガリーグさんが、ハシンガリーグってどこでしたっけ？関西なんですけど、関西、あれは兵庫とか姫路とか、ああそこら辺のだったと思います。じゃあハシンガリーグさん、ちょっと名前がなんか、それあの名前じゃないですね、からくりが名前ってことですか？ハシンガリーグってリーグっすよね。そうです、カラクリサーカスさんですね。はい、カラクリサーカス、あ、なるほど、じゃあ、あるか、サーカスさんだよね。はい、じゃあカラクリさんのところと、カラクリさん対兵頭さんは、配信台になります。まあ、あとやっぱね、2大会前の優勝者斉藤さん、お、ここにも来てくれてる斉藤さんいますね、はい、斉藤さん対安藤陣さん、逆に言うと多分今シルバーぐらいなのかな、もともとのブロンズ対優勝者なんですよ、斉藤さん、はい、で、ゴールドのどこまで通用するのか、はい、っていうのもちょっと見てみたいな最初にと思うんで、斉藤さんシルバーも準優勝ですよね。そうですよね、そうですね、はい、なんかパッキャオみたいな立ち回しですよね、はい、まあ、なんで斉藤さんと安藤陳さんもじゃあ、配信団の方にお願いします、はい、それ以外の方は、スタートしてください。今日は 1P の人が 2P の人を誘います、はい、誘いますということですね。アクアクションさん対、ゲスさんの例で言うと、アクアクションさんが、ゲスさんをラウンジで探して、はい、招待するということですね、はい。で、まあ、最初なんです、やり方なんですが、このエディットマッチっていうのを押せます。あの自分の名前が書いてあるところに、フォーカス当てるとエディットマッチっていうのができて、うん、チャットありましたね、はい。そうするとですね、ここにあのチェックインっていうボタンがあります、うん、これですね。で、このチェックインっていうボタンを押してから、試合の方を始めるようにしてください。これ海外大会っていうかオンライン大会でチェックインしないタイムアップで負ける、これありますから。あら、シビアですね。シビアです。まあ、ただかなり許してくれる。で、うん、あの一番こうちょっと便利な機能はこれチャット、はい、こうチャットっていうのがあると思うんですけど、あります。これが、あ、もうやり取りします。すいません、見せつけ、はい、これがすごく便利で、はい、これでやり取りしてくするのが実際早いです、うん。俺はディスコードでやり取りしてくださいって結構あるんですけど、はいはい、実際俺大会の時はこっち使ってます。ディスコードだとね、あのみんな書くから流れちゃうんですよね。わかんないですよね。うん、まあ、なんであの、うん、個人やり取りだと、こっちのチャットでやる方がわかりやすいんじゃないかっていう、ね。しかも、まあ、その人と連絡がしてるんで、はい、でなんか そこで ID とかも交換しちゃってるとかもやり方あり、うんうんうん、別にこうやってやり取りしてくださいっていうのはないです。別に LINE でやり取りしてもいいし、うんうんうん、別に。あの知ってる人同士だったら LINE とかありますからね、あの大会とか。ああ、なるほど。なんか LINE でじゃあちょっとラグチェック最初にしとくみたいなとかあるんですね、はい、はい。ということで、そうですね、どん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 始まって、じゃあでもしあの始め方ちょっとわからないよとか、相手がいないとか、そういないよとかあったら、あのこれは困っちゃったよっていう人は、ディスコードの方で、腕試しトーナメントで聞いていただければ、あの小郷介さんがなんと、あ、シードないんだ。助けてくれるということなんで。91じゃないの。92でしたね。あ、92か。はい。じゃあ、はい。じゃあ、こうして。こうして、こっちで呼びましょうか。はい。じゃあ、来てもらいます。アクエリアス2も。アクエリアス2呼びますか。はい、アクエリアス2。うち、専属実況者、はい、アクエリアス2が。そうですね。いるんで。アクエリアスに配信台来れますか？あ、団子さん。はい。配信に表示されてるラウンジの設定、お先になってるので、それ直してもらってと。あと、ラウンジもう立ってますか？いや、まだやってないです。これ、2先にしまーす。もう立ててもらって、あの、呼びかけしてるので、配信台は。はい、じゃあ、8、3、99、2先、2、8、パス5。
これですね、ルールは、3ラウンド、タイム99、日本選手。はい、で、まあ、人数はまあ2人で作ったりとかしてください。はいはい、でキャラクターセレクトはオンで、はい、まあ、CPT、準拠なんですけど、正直、あんまり制限したくないです。はい、なんで、コスチュームとかも推奨してないけど、はい、別にやっても、いいんじゃない？いいんじゃないって。そうですね。思うぐらい、うん。はい。推奨はしてない。推奨はしてないですよね。けど、好きだったら、いっちゃおうかっていう。キャラステージも、まあ、一方が嫌だったらね、いや、よくないと思う。まあ、ビーチとか、ラシードステージとかは、まあ、俺、まあ、あれはちょっと微妙かなと思うんですけど、まあ、バルログステージぐらいだったら、バルログいないで、うん、まあ、全然いいんじゃないって、思うぐらい緩いです。あの金網にしがみつく姿は結構やっぱレアだなと思うんですけどね。あれね、技が変わっちゃう。あ、これ、アクエリア、これ、アクエリアさんですよ、これ。あ、すいません、はい。さすがにレギュレーション違反になってしまうので、はい、採点はしません。はい、今日はちょっとよろしくお願いします。はい、アクエレさんは皆さんの対戦を実況してくれる、ホンダ使いの方ですね。はい、ホンダ、はい、ファルケ、はい、はい、ホンダとファルケを使っております、アクエリと申します、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今はもうね、みんなね、バン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 ディスコードで、はい、だから俺ね、その参加し大会しない人も、はい、こう今後参加するかもしれないとかで、はい、こう学んでくれるといいなっていう。そうですね、だからとりあえずディスコに入ってもらって、うん、ディスコの流れを見るっていうのも一つ面白いかもしれないですよね。あ、確かに。こういう感じで CPT ってみんなやり取りしてるんだとか、うん、なんかそういうのがすごい分かりやすくなると思うんで。ね、うん、はい、お、早速ですね、皆さん言わなくても入ってきてくれてるというありがとうございます。はい、ありがとうございます。斉藤さん、エリンさんとかありがとうございます。どっちからやりましょうか、斉藤さんとどっちが当たるかな。ですね、今ちょっと見てますね。そう、そちらマイクにスマホのノイズが多分乗ってます。あ、乗っちゃってますね。じゃあこれ近っ。あと一応もうなんかぬるーっと始まっちゃったんだけども、はい、始め方一応もう一回軽く説明しますが、お願いします。はい、まずディスコードの名前は皆さん変えていただけると対戦相手と連絡がつきやすくなります。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。で、続いてスマッシュ GG のこの大会のページ、自分のページ開いてもらうとログインがちゃんとできていれば自分の組み合わせがもう表示されているので、それを開いてもらうと相手の方とそこでチャットとかできるようになります。で、相手の方の名前も分かるので、うん、ディスコードの方で呼びかけてもいいですし、まあ、そこでファイターズ ID が分かれば、うん、招待飛ばしてもいいですし、うん、招待飛ばすのは、組み合わせの上の人を、まあ、一応 1P 側として、まあ、1P 側の人が送るっていう形になると、まあ、分かりやすいのかな。お互い送り合いにならなくていいのかなと思うので、うん、1P 側の人が、まあ、送るっていうのがまあ基本の流れだと思ってくれればいいかなと思います。はい、はい、今原則つけるの大切ですよね。はい、斉藤さん対安藤陳さんなんですが、安藤陳さん、あ、これですね、あ、 CFN をですね、安藤陳さんディスコードの名前に書いていただければと思います。そうすると、はい、ちょっと、ね、呼べない、確かに名前がわからないんですよね。で、あとまあ、裏技じゃないですけど、まあ、力技みたいなもので、一応運営側でニックネーム強引に変えることができるので、ID ちょっと自分で変えれないなーって時は、言ってくれればこっちで変えますので、はい、そうですね、入り方が分かんないっていうのも、うん、こっちから呼ぶこととかできたりするんで、そうです、運営は何かあった時に一応かなり対応はできます。うん、そう、はい、介入はできるんですけど、基本プレイヤー同士でここでやろうぜって呼び合いしてもらって、うん、対戦してもらって、ね、どっちが勝った、どっちが負けたっていうのもスマッシュ GG の中で、報告するパートがあるので、そこで順次やっていただければと。はい、あと一人来てないってことですよね。安藤さんがどっちか分かんないの。分かんないですよね。からくりさんはあれですよね、からくりさん対兵藤さんですね。でね、兵藤さんもね、ちょっと分かんないですね。なるほど、うん、
多分エリン SZK さんが、安藤チンさんか、まあ、もしくは兵藤さん、うん、完全2択ですねそうですね、完全2択です。なんで、安藤陣さんと兵藤さんは、あ、兵藤さんいましたね。兵藤さんいましたね。あ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、大丈夫でした。兵藤さん、ありがとうございます。ってことは、じゃあ先に、からくりさんと、ね、兵藤さんやりましょう。はい、兵藤さんやりましょう。はい、で、まあ、その間に、安藤さんがこう来てもらったりすれば、はい、でもし分かんなかったら、呼びます。部屋が見つからないとか結構あるんで、このゲーム。うん、そしたら、そうそう、自分 ID。わかりました。で、これを名前、に変えれると嬉しいが変えれないかな。いや、こっちでやります。OK です。ポポスケさんありがとうございます。です。じゃあとりあえずじゃあ呼びますか。そうですね。安藤ちさんちょっと先呼びますね。じゃあ、はい、ちょっと待って試合始めます。招待します。これ最初はねすいませんがね、どうしても時間かかるんでお許しください。ああ。はい。大会に出るための大会なんで。そうなんですよ、うん、これはね、チュートリアルみたいなもんだと思ってください、うん、だから本当にね気長にね、うん、気長にやってほしいっす。気長にね。はい、で俺はもうお酒飲みながら見ますよそうなんですね。毎回これやり方わからない人はディスコードとか、はい、ツイッチのコメントで、はい、書き込みしてください。わかんないよ、なんかもうめんどくさいなーってなっちゃうのは悲しいので、はい、悲しい、フォローしたいです。はい、なので声上げてください、お願いします。はい、で安藤地さんの方に、あ、来ました。あ、来た、はい、安藤地さん、はい、じゃあこれでカラクリスさん対エリンさん、はい、試合の方じゃあ詰めていきましょうか。はい、じゃあお互いスタートボタンを押してもらってで、じゃあ、お願いします。アクエリアさん、実況よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、裏でもね、今もう皆さん試合やってたりとか、はい、まあ、今やっていいのかなって分かんないかもしれないですけど、はい、やってください。やってくださいね。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。なんか、抜け、うん、なんか適当に。一戦目、ジュリとアビですね。はい。やっぱりアビの、やっぱりリーチっていうのは多分どのキャラも苦しめられると思うんですけども、うん、ジュリと側としてはどういう感じでこのアビのもう攻撃をこう防いでいくって感じになっていくんですかね。あ、けどジュリってやっぱフーファをどう使うかがすごい重要なんで、だからフーファに対してスライディングとか結構アビがあるから、はい、うん、そこら辺のこう攻防がどうなのかなっていう。はい、お、始まりました。いやー、ハシンガリーグって言うとね、やっぱりもう僕の中ではザベスさんのイメージしかないんですけども、そういうことないぞっていうのをね、ぜひこう見せていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。おっと、さすがもうなんか6戦って見ると、もうなんかちょっと強そうなオーラを、ね、強そうですウルトラゴールドですからね、もう優勝候補なんじゃないですか、カラクリさん。いきなりもう最高ランクが出てきましたまずバックステで風波を貯めていきますが、そこを逃さずスライディングで、そうですね、あれが対策ですね。じゃちゃんと、うん、おい、おお、いや、ここは高い高いさせません空対空、風波を絡めてジャンプで空対空制していく形。これジュリかなり強力な立ち回りなので、いや、ハンガー見てます。トリガーが強力なんで、お互い。ライトロかな。いいっすね。うまいな。前ダイピータイク、かなり渋い。いや、しゃがみ中、ここで発動。ジュリは風波がなくてももうトリガーさえ引いてればいつでも発動できるんですね。これが強いんです。 CM まで1カーズこれ引けるよ。アビも溜まりましたよ。アビも溜まりましたいやー、させません。あ、そっか、あ、見る画面を変えないといけないんだ、俺多分。あ、違うか、あれ、あれ、あ、大丈夫だよね。大丈夫です。大丈夫だよ、ね、あ、大丈夫だよ。あ、いやいやいや、飛び落としてジュリが投げていきます。そうですね、1ゲージコーン風波を貯めてゲージを消費して、画面端入れ替えている。あまりにも偉い選択肢。いや、アビは強力ですよ、画面端。さあ、トリガー溜まりました。投げ2発、あ、これは投げが、お、いや、めくってる。残ります。スクリスクロス発動して画面端がまだ継続している。
あるよー、あるからね、このキャラ。このキャラ、今ここからある。これがガチだよ。高い。あー、なんもでなかった今。このダメージ、お父さん、お母さんもびっくり。これワンチャン行くぐらい減りますから。いや、やはりこのウルトラゴールドのやっぱりこう威厳を見せていったというような形、第一本取っていったのはウルゴールのジュリということで、いやー、阿弥陀としてはどういった感じでこう2本目修正していったらいいとかあるんですかね。なんかすごいできてるなっていう、なんか対策自体すごいできてて、で対空もできてるって感じなんで、はい、まあ、ただ阿弥陀の方はゲージを使えてないかなっていう風に、ゲージが余っちゃってるんで、そこを、はい、強力なこう EX ナイトロとか、はい、まあ、駒投げとかで消費していくとより勝てるんじゃないかなっていうふうには思いますね。これ一応あの、この事務局大会は負けてる方にアドバイスしてあバランスを取るっていう賞を取らせてもらってます。さあ、画面端を先に背負わせていく。良さそうな匂いしますね、今のところ。処理で、こっちで見た方が。の方が良さそうですかね。まで復活。ただこれずらすとこれが出なくなるんですね。ちょっとタイミング見て。はい。はい、ねゲージね、ゲージを、ま、ゲージを消費するの偉いっす。そうですね、飛んでくる、ジャンプもしてくるというリフレーム。コパンで回復していく。いやこれが見にくいんです。ナイトロでうまく画面を押していく。高い高い。あまりにもダメージが高い。打点も高いですからね、やっぱり。本当にね、お子さんはぜひ高い高いしたら、ちゃんとキャッチしてください。と全国のお父さん、お母さん、お願いします。そんな、そんな危ないですから。EX のがいい、EX のがいいんちゃうか？ゲージ3つあるんだから EX のがいいんじゃないか？ノーマル打つしないですよ。ノーマル打つしないですよ。EX のが偉い、EX のが偉い。EX のが偉い。生きてる。これ、飛び一発等の重量。そう、EX のが偉い。これは、射程圏内か？EX の方が偉いんすよね。超スキル！この火力！いや光っていくとすごいですね。光る高い高いはもうさらに打点高くなってくるんで、ああ気をつけていきたい。そうですね。ゲージがあると、おう すげえ高く、まい、あまりにも渋い対策。画面端10秒で背負わせていきました。これアビゲルとしてはなんとか画面を戻していきたいところ。そこは許さんと EX 勝利。裏回る。いやーこの裏回るのね、なんとかガードできればジュリが不利になるので、発動したい、発動したい、発動したい。そう、今しゃがみ大キック、あれは発動した。あ、ここで発動です。待ってました。カポエラ、カポエラです。マジですか、こんな対策あるんです。いや、すごいナイトロの対策を見せていただきました。じゃあカラクリさんの勝利。ちなみにあれしっかりアクエリアさんって、はい、配信画面見てます？それともゲーム画面見てます？自分ゲーム画面見てますね。あ、なるほど。じゃあ俺は配信画面の方を見ようかなと。はい、よし。じゃあこれで、多分それでちょうど、なんか俺の方がちょっと早い、気持ち早そうなんで。うんうん、あ、そうなんですか。うん、あ、ごめんなさい。2秒ぐらいかな。うん、2秒ぐらい、うん、多分配信の方を見るとちょうど良さげな気配がしてますと。そうですね、で今のその後の、そうですね、じゃあお願いします。斉藤さんと安藤チンさん、安藤チンさん、安藤チンさん、うわ、斉藤さん上げてきてますね。スーパーゴールで上げてきてます。いや、もう毎度このレギュレーションにこうギリギリ合わせていくというスタイルで、まあ、正直知ってましたけどね。あのブロンズの時からの強さがなんかちゃんと。高橋ね、ちょっと、画面の方は次、今画面を見てた、スト5のモニターを画面を見てたんですけど、次は、うん、ちょっと配信の方を見ながら自己解説にしたいと思います。オビゲール、あれ、まあ、確かに気分屋さん気分屋さんですからね。斉藤さん気分屋さんですから、もともとは、豪気でブロンズ優勝、リュウで準優勝、うん、今回ゴールドでアビゲールを投入していくと。あ、だからベガとかもやってる、あ、ベガやってなかったっけ、うん、すごい、あまりにも絵面が濃くなってしまいました。すごいなこれ、先ほどの試合とは打って変わって、
同じアビゲイルがいるんですがね、対戦相手がこう男性というだけでこうかなりね、あの絵面が変わってきます。いいっすね。いや大キックの、いやこれ投げていく、いや素晴らしい。いや前捨て2回、あまりにも強欲、あ惜しい。これで組み合わせ的にはだいぶあのアビゲイルが有利っていう感じなんですけど、あーまあ溜めていきましたが、そこはもう蚊帳の外と言わんばかり。この画面端が怖い2020、廃屋満タン。これは景気板ですからね。カレーターゲットコンボで締めていきました。いやーこの前すでにもうアビが届く、技が届く前なので、なんとしてでも残業は近づいてぐるぐるしたいところ。いやーあまりにも偉いジャックスクリュー通って、アビゲイル高い高い、アビゲイル投げ好きだな。いいっすね。おダブラルでしっかり対空していきます。偉すぎる、ダブラルで対空できる。いいこれ吸っちゃう。あリバーサーの CA は通っている。さああまりにも痛い一撃、体力バー逆転です。でここで発動、アビゲイルがもうトリガーがあるので、なんとかワンチャン引いて引きました。そこからです、ここからです。おこれすどうなるか分からない、吸って技のスカルにしっかり発動。おお渋い選択肢、すげえ。いやゴールド殺す技持ってますよね。そうですね、ちゃんと持ってますね。ちゃんとしかもヘッド重ねたらもうすごい良かったし、差し返しトリガーっていうのも、差し返しトリガーあまりにも偉い選択肢です。これねアビゲイルがねかなりいけるらしいんですよね。ザンギ側苦しそうな展開ですが、なんとか一発技を落としてこっちのターンにも、いやー技はいらない、俺には投げるだけ、投げ暴れしっかり通して。しかしここで画面が入れ替わったので、ザンギ側としてはなんとかここで一つ休憩取りたいといったところか。あっとこのナイトロEX ナイトロアーマー2発も付与されるのでね、そこ気をつけていきたいところ。トリガー絡めないときついですよね、うん、これはトリガー発動して偉い確定。さあ選択肢は、そういやコンパンから発動した、あー絶対スクリュー絶対スクリュー、あーここはスクリューが うまく出なかった形か。しかしいいんです、出そうとする意思が偉いんです。なんで投げつながるんですか、ナイトロドッタン、なんで投げつながるんですか。そのバランスアクエリアスにはちょい大きい、うん、じゃあアクエリアスにちょい離れて、あいやいや俺が下げます、俺が下げます、下げます、はい、そうです、ああちょっと下げていただいて、あ全然大丈夫、めちゃくちゃ うるさかったです、ごめんなさい、あのねめっちゃ上げてました。はい、じゃあちょっと下げました。はい、どうなるかなぐらい、はいはい、安藤にね、いや悪くないのよ、しかも、うん、トリガーを使ったその攻防とかもすごく、うん、あの次の選択肢を取りに行くっていう形も取ってたの でゲージもちゃんと入ってるんですよね。これね対応できないね。じゃあ画面端ダンビゲイルは怖い。そうマイジャップ、おいマイジャップいいよって結構言いたいんですけど、ここがダブルアップがうまく機能しなかったが、なんとおい垂直でもあまりにも偉い選択肢。いいよ、画面を中央に戻して何度ボタンを押しても対空になるのか。あお互いあともう少しで V トリガーがたまるといったところか。いい確認、いい確認、残業そろそろ3本たまりました。おいここで EX スクリュー、ここ次どうする、壊しです。壊し。あまりにも分かっている選択肢。とっとで。発動させません。いやーなんとか体力少ないアビゲル、ここ一番のトリガー発動うまく絡めていきたいところでしたが、とがめていきました。ああおつまりダブラリを大キックで押し置き、垂直から投げ込んでる。お前は俺も駒投げがあると、いいですね、駒投げには駒投げです。おすごいアーマー合戦、えらいアーマーでぶっ込んでいくスタイル、お確定しっかり、えらい確定からちょっとずつ前進んでぐるぐる進んで、これはけどね上ダメなんですよ、これは対空にもなるんです。なんという技でしょう、バッカー、ザンギもこの顔、
辛そう。確かにガラスがすーなんか実況のおかげでガラスをすごいちゃんと見ました今。前捨てはしっかりコパンでとがめて、素晴らしい。さあお互い遠距離からの大パン大キックの猛攻です。ジャンプはすごい機能してるように見えますね、うん、お互い。そうです。ザンギのジャンプ中キックは結構落としにくいっていうところもあるので、これはザンアミゲルがあることはちょっと厳しいか。スーパーマリアックコンコンでシベリアン画面を押して、コマ投げじゃないです、これ通常投げです。アミゲルはここでトリガーが溜まりました。なんとかトリガー発動されて逆転にもう投げたいな。いや小足なんだ、小足なんだ。いやこれ、いやー素晴らしい。ケチカさんこれ割れちまうよ。よ、一勝負、いい勝負、うん、素晴らしい。アクエリアさん多分ねかなり仕上げてくれてるような気がするけど、うん、いきなりねやっぱりゴールド帯になると、うん、やっぱ許してくれませんからね。許してくれません。あの動きを試合中にちゃんと変えれてるんですよね。そうですね、うん、それはやっぱりすごくいいですね。やっぱりその立ち回りでそういう幅が広がっていくとやっぱりねお互いこう見応えのある試合にもなるので、ぜひともこうきついとこったところにもこう注目して見ていきたいところで、おみどっち痛い、えらいカムラに締めて画面端当たっちゃう。わあもうおかしくなった、おかしくなった気持ちよくなっちまったぜ。気持ちいいっすね、これはこれだいぶこれは気持ちいい、これは。いや気持ちがいい、中断です。ああ、もうダメですね、これはもう。で、ピオ、おそらく、ね、ここで。ああ、繋がってないけど。繋がってないんだ、いいんです。ダメージになればいいんです。ね、最初投げられまくって、高い高いしまくったからね。アビエールを使った理由でしょうね、今のが。うん、最後に決めた理由は多分、あそこの試合に全てある。うん、おっと、体育しっかり。おお強欲コマだけは通らずか。もうすげえクラッシュコンか。激しいわ。だけどねこれねやっぱり、ね、ボタンを押した方が偉いんですよ。そうなんですよね。特に最後こう局面はやってるちゃんと。地面が割れるほどの高い高い。もういろんないやもう中断の嵐。もう残機の頭がもうベコベコになってしまう。許して。あ行くバック警戒。いやー、この中断が立てない2020か。あ、ここで取り返せ。残る。まだ生きている。まだ生きている。さあ、ザンギはもう一人取り返せ。わ、すごいわ。ナイトロで歩くだけだって。ナイトロが取れるんだ。これは、これは。これはすごい。ほら、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 ほら。なるほど、いや、サイドさん、だいぶ、やっぱね、素晴らしい。最多出場者、はい、でもあるんで、うん、やっぱりもう大会の勝ち方、うん、大会ってのはこうやるんだぞっていう、うんうんうん、その出てますね、先輩、先輩風、吹かしてますね、これね。そうですね。じゃあ、はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、これで部屋を、ありがとうございます。壊します。壊しましょうね。で、じゃあ、スマッシュ GG じゃなくて、あっちを見てみましょうか。はい、これだね。はい、これでさあどうなってるのか。さあ皆さんの方はどうちゃんと進めてるのか。あれ、ほぼ89% やってますね。ほぼ終わってますね。はい、なんていうかもうここだけじゃないですか、今のところだけ。優秀、優秀ですね。素晴らしい、ありがて、本当だ。ポポステさんありがとうございます。ほぼできてるのかなと。はい、多分スマッシュ GG で自分の組み合わせを見たときに数字は入ってるけど右でなんか緑色にカウントが進んでるなっていう方たちの組み合わせは、はい、ちゃんと確認、勝敗入力してるんだけどお互いが確認のボタン最後押せてないので、はい、ちょっと、ま、やっそうですね、2人がやってもらえますか、斉藤さんと安藤中さん。もし、まあ、はい、なかったらこっちでやるんですけど、そうですね、試合の後にやるのはこれで、もう皆さんできてるんでご必要ないかもしれないんですけども、この自分のところを見るとですね、そうチェックインするとこうなります、うん、で、これ初戦は斉藤さんが勝ったんでこの W ですね、はい、ああもう進んでる、あで今押したのか、コンファームボタン、そうでこの右側のタイって書いてあるんですけどこれは引き分けの場合にお互いが押す必要があります、うん、で、そうじゃない場合はそうですね、どちらかの方を W を押してコンファームを押すっていう形です。
これの、スイスドローってルールなので、はい、割と普通のトーナメントだったら、はい、まあ、2-1 でも別に 2-0 でもいいんですよね、うん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 、極論。けどこれスイスドローってルールなんで、成績は厳密にお願いしたいです、はい、2-1 の場合はちゃんと 2-1 としてください、ね、はい、それであのポイントが変わるんですよね、はい、で、これもコンファームします。うん、斉藤さん、相手のやりたいことかなり意識してるって言ってましたっつって、全然自分がやりたいことをやってた感じがしますけどね、さっきのね。そうですね。いや、ナイトの3回をやって相手のやりたいことを意識するって言ったら、これはちょっとね、審議が審議ありますね。コンフォーム、はい、で、これで、でこれしかもね、これトラップなんですけど、今の押して終わりじゃなくて最後にまたコンフォーム。あ、違いますね、これ。アンドーチンさんが勝ってる形になってるんで、あ、いいのか、 2-1、 あ、違うか、勝ち負け勝ちでいいのか、これで。あ、合ってます。合ってます。ごめんなさい、合ってました。斉藤さん、同時さん、同時さん。はい、はい、そうですね。すみません。これで、じゃあ、コンファームですね。あ、安さん、こんばんは。こんばんは。こんばんはです。はい、これで。あ、ちょっと待ってね。修正しないといけないのがあるみたいなんで。あ、OK、そうです。で、もしなんか、あの、間違えてしまった場合とかは、こっち運営で変えれますんで。教えてください。ぜひ、ちょっと。はい。これでできて、もう次の試合に行ってますね。あよ、あ、ほら、行っちゃったかな。行っちゃいました、ね。あ、行ってます、ね。これは。行っちゃうとこれまずい系やつ。いや、そのまあ勝ち数がちょっとずれちゃうっていうだけで。あ、まあだったらまあほぼ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 大丈夫です。まあまあしょうがない。はい、そうですね。まあちょっと、はい、はい、どうぞ。あ、大丈夫です。はい、あ、大丈夫です。時間短縮兼ねて、はい、読み上げは今回はやめて、わかりました、パッて見た感じ選べばいいですよね、はい、まあ、じゃあ上の方から、はい、りょうさん、TSX さん、りょうさん対 TSX さん、はい、りょうさんと TSX さんは、配信台の方にお願いします、はい、ちょっとすっきり下の方にちょっと移動してもらって、まあ大体上の方が勝った人で下の方が負けた人みたいな情報形になってるんで、はい、まあちょっとシュップ大東さん、よくコメントにもいてくれますし、なんか、はい、HTC さん対シュップ大東さん、はい、配信台の方にお願いします。逆に言うと、はい、普段こう配信来てくれる人で、あ、プラさんとかもいるか、はい、なんかそうですね。あと、はい、あのちょっとまあチャットにもいたんですけど、あのタイガさんって人がいるんですけど、はい、その人ちょっと今日あの大会があるっていうことで、ちょっとあの自分そのまあ大会直前ラウンジにちょっとお邪魔したこともあるので、ちょっとまあ見てみたいなっていうのもありますね。はい、じゃあ次で、はい、いや、普通のトーナメント違くて絶対に見れるっていうのがあるので、はい、あ、ありがとうございます。ではじゃあラウンジをすいません、はい、作っていただいてよろしいでしょうか。はい、ラウンジ作ります。今ディスコードでメンションつけて配信台の方お呼びしたので、あ、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。結構ね、こう見てる人のランクがね、結構高かったりするパターンもありますからね。春風タイト。お、桜。お、ってことは桜2体いますね。あ、春風タイト。けどこう見るとゴールドが一番不遇かもしれない。そうですね。だってこの大会シルバーの大会出れないはウルトラゴールドに引き殺されるわが、まああれじゃないですか、なるじゃないですか、うん、だからもしかしたらこうゴールドまでシルバーウルトラ1個上がもしかしたら一番くくりとしていいのかもしれない。あるかもしれないですね。で、あのシルバーに上がるってことは、はいはい、やれば上に上がれるんですよ、基本的には。そのゴールドとスーパーゴールドに差は結構あるんですよ、うん、けど、ね、ゴールドスーパーとウルトラの差は結構少ないんですよね。なんでもしかしたらそれ
あ、タイガーさん、今回は呼ばれてないかな？あ、今回呼ばれてないですね。多分、自分が言ったんであるんですけど、ね、はい、次、今回、ね、次とかですね。はい。ややこしくなるので、多分、ダウンロードごとに使おうと思います。合ってる、はい、だから、もしかしたらそのくくりあるかもしれないけど、つぶやくのめんどくさいよな。つぶやくのめんどくさい。まあ、どうせ俺いつも文章考えてないですけど、大助さんに使って作ってもらうという。その、なんか1個上まで。限定とかなんですか。それが一番実力差がないかなと思った、うん、ルールとして。他の方ももしあの入り方分かんなかったらお呼びいたしますんで。ラウンジどうやって探すんですかってことなんですが、ですね、ラウンジを探すを選んでいただいて、はい、2先ハードどちらでも OK、うん、キャラセレオン、パスコード0005、8人で検索すると一番多分分かりやすいね。あ、なるほど。で、ID はね、OCLOCL で、これ大変申し訳ないですけど、今配信画面上に映ってる普段のものと変わってまして、ID がですね、OCLOCL です。フードさんのアカウントの方ですね。はい。でもし難しければ、ちょっとこの HTC アンダーバー UK さんをもし紹介していただけると。はい、あよ。あとランクマとかでも、まあ、ゴールドからスーパーゴールド行くの多分 1500LP 必要なんですけど、スーパーゴールドからウルトラゴールドは多分1000で行っちゃうんで、ね、そういったところでも多分ポイント純粋なポイントとかでも厳しくなっちゃいそうなんで、なんかそういう選択肢は俺結構ありなのかなと思いましたね。アンダーバーがないんですよ。プラチナ、ね、あ、TSX さん、パスコードはですね0005です。あれ、パスコード0005ですよ。あれ、これアンダーバーどっちなんだっけな。多分51個押してエンターとかでもいけたりするので、ね、はい、HTC アンダーバー UK さんですね。アンダーバー出ない。これね、特殊キーボードでアンダーバー出ないですね。HDC UK さん、ちょっとなんとか入ってもらって、 US キーボードとか US 入ってます。アクエリさん招待していただいていいですか、そしたら。ああ、はい、すいません。多分できると思うんで、ID 教えてもらって、ちょっと ID がこれね、HTC アンダーバー UK さんなんですけど、HTC アンダーバー UK さん、 HTC アンダーバー UC UK ですね。UK ですね。PC アンダーバー UK です。プラチナも不遇。HTC アンダーバー UK。不遇って結構現代っぽい。ああ、出てきました。招待今送りました。ありがとうございます。助かります。助かります。ありがとうございます。自分のね、このホンダのあのバイティングエルボーズっていうあのアカウントから多分招待が言ってるよと。ああ、来ました。ありがとうございます。ああ、よかったです。はい、ありがとうございます。またやつさんにちょっとレバーメンテしてもらおうかな、ボタン。ちょっと調子おかしいですか。アメリカから届いた新しいには。なんか大盤がちょっと効いてない時ある気がするんだよなってぐらい。どうしよう、じゃあ最初上のりょうさん対、TSX さんにしましょうか。はい。なんで、じゃあ春風さんが下がってもらって。はい、下がってください。プラチナ、プラチナ対優勝できないよな。プラチナ対は面白いですね。プラチナもそうです。プラチナはね、うん、ゴールドプラチナ俺結構こうやってる感じなんですけど、うん、似てるなと思います。なんかシルバーとゴールドには結構差があるなって感じですけど、ゴールドプラチナはなんかけど。プラチナとダイヤモンド俺結構似てるんですけど、はい、ゴールドとダイヤモンドはさすがに差があるんですよね。なんかまあちょっと、はい、そうですね。じゃあ準備大丈夫そうなんで、はい、早速、はい、ぜひスタートボタンを両目押していただいて、あ、でかっちゃっさん
プラチナとかだと自分を思うのは本当にあのスーパープラチナが一番きつかったですね。ウルトラプラチナはめちゃめちゃ簡単だったんですけど、ダイヤに上がるまでは。あースーパープラチナでもう、もうさっき書いてありました確かに、はい、あそこが一番きつかったです。下に負けて超下がるし上がきついしみたいな。なんかヤスさんがとんでもないこと言って本体交換、ああまあ確かにそっちが早そうっすね俺ヤスさんと交換しまくって永久期間がヤスさんとハケコンを一生交換してする永久期間もまあまた一つ先に出すみたいな、うん。第2ウェーブ始まりました。両桜対 TSX ユリアン。決めましょう。よろしくお願いします。お願いします。予備本体ある。羨ましい。そこ見てる場合じゃないですね。試合見ましょう。見ます。ですね、男体操ユリアンがトリガー2ですね。なるほど。これメタ珍しい。トリガー2は割とユリアンってやっぱトリガー難しいんですよ。で、トリガー2って EX タックル、はい剣なんですよ、うん、だ EX ゲージをもらえるっていう認識なんで、うん、結構ありなんですよね。ああなるほど、うん、リオさん強いな。そうこうしてる間に画面端でスタンもらってしまいましたが鳥が溜まってます。鳥が溜まってます。いつでも発動できます。投げ圏内ですが発動できます。いや素晴らしい投げ1点4、ね、あまりにも偉い選択肢。もう画面端でこれ見てください。EX 無料剣なんですよで画面端画面端したんで、また別の画面端で相手をスタンさせていきます。おいーやー偉い。いやお互いやっぱり火力がありますね。ありますね、うん、でもトリガー2でもやっぱ十分圧ありましたよ、うん、あのリョウさんは尻道場です。使いどころです。うちの奥さんのこれはもしかしてあの有名な方が、はい、市販をされてる10万人を超えるそれやべえ物議を醸してる。本人はものすごい嫌だったっていうあの本も買わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございますいやたさあ上からの攻めを通して投げで一発画面中央までユリアンはここで V トリガーが溜まっております。画面入れ替えて、いや入れ替えてもまたさらに投げで入れ替えます。どんどん中枠初の大本命の発動の仕方いやあが通ります。そうですね、中段この中段が危ない。肘肘この中段が危ない。この中段がね多分ね初心者隊に刺さり方がえぐいですよねえぐいですね。ユリアンは中段結構種類ありますからね。ガードしないともう終わりでガードしてもユリアンが攻めるっていう、うん、そうですね。これは、うん、これ強いですね。空中しっかり通していく。そうは左遷と EX 昇竜で切り返していきます。さくらここでウィトリガー溜まりました。おっと入り替わってトリガー1は波動拳が強くなります。投げ読んでいる。画面をしっかり入れ替えることができました。投げ一発ユリアンは1発溜めたので、おぉカンニングカンニングやばいやっちゃいけない人みたいなになってましたよ。さあここからさあこうそうこれ画面を押していきます。いやもう画面端今のは結構素晴らしい。うまくてもっと貯めるとガーフになるんですよ。でガーフちょい前話でガーフを矢で前ジャンプてかまあジャンプとか入れたんだと思うんですけど、それに対してその前にこう話すっていう読み合い。EX タックルの強化版みたいなの出てくるんですよね。すごいあの荷物強いっす。正しいです。あのモードになっただけでもう読み合いが始まるのであれ結構やるんですよね。そこを否定していくっていうのがこのユリアンです。 TSX ユリアンはもうかなり、仕上がってるユリアンですね。あとやっぱユリアンの評価の高いところって上手い使い方っていうより強い使い方がはっきりしてるんですよね、うん、だしゃがみ中継発動してしゃがみ中継タックルとか、うん、前中パン中段タックルとかで、うん、まあなんかすごい使い方がすごい。ラッチカウンターで画面端になってますね。波動拳でしっかり牽制しつつ、いやこの壊しが強いんですさくら。しっかりマイナス振る。いやタックル。いやタックルじゃヘッドバットでした。いや発動。ボンボン。この中段からの発動で画面端。すごいですね。ジンはこれ、トリガー3本で画面端とかですよ。この子2本ですからね。いいキャラしてますよ。たださくらの飛びがすごい鋭いんですよ。このゲームの屈指の。でユリアンって対空が結構難しいんで、ジャンプだけ飛んだりするの強いんじゃないの？
すげえ体育むずいんだよな。アドバイスしました。ユリアンそこなんだよな。すごい技打ってくる。さくらはここで。ごめん、俺のせいだ。この体育読んでいる。相手も聞いてる。クラッシュカウンター。しっかり消防圏でダメージを取っていきます。画面中央戻していきました。ユリアンはゲージが2本溜まっている状況。あ、いいゲージの入り方、いいゲージの入り方ですね。おっと、お互い、あともう少しで V スキルが溜まるといったところですが、ユリアンは V スキル溜めていたので、トリガーが発動できる状態になりました。あぶれ、ここの中断は読んでいるか、えらい。殺動。身をめくっている発動。だだ。あまりにも強い。さあまだ残ってる、切り返していく、えらい、ここは発動です、壊し、うん、ちょっ、いやユリアンの壊しもかなり長いですからね。しっかりとそのなんでしょう、今回のまあこのユリアンでいうと強い選択肢をしっかり出していくことによってもうさくら圧倒していくっていうイメージだったんですけれども、でもやっぱ勝ちやすいキャラですからね。しかもやっぱトリガーにを本当に機能してましたね、うん、で逆に両さんの場合はトリガーがあんまり機能してなかった。だからその、うん、試合自体はすごいいい勝負だったんだけど、トリガーのこう機能の仕方っていうか、うん、その強い使い方の差がすごい出たんじゃないかなとは、はい、なんか思いますね今のは。お、早速次は HTC さん対春風太刀さん。春風太刀さん、いやもうすごいです、ゴールドでもなってくると、もうキャラクターのレベルがとんでもないことに基本やってますよね、ゴールドはね。ますね、これは期待したいところでございます。どうしましょう、始まりました。あ、HTC5 期待春風太刀さくら見ていきましょう、よろしくお願いします。ユリアン、ユリアン分かんないよね。特にいきなり多分増えるんですよ、ランクが上がったと。そうですね、今までいなかったのに急に強い技を押し付けて嵐のように立っていきますからね。急にね、波動拳で画面を押して中足波動しっかりつながっております。100機は通さない、しゃがみ大 P でしっかり対空していきます。いやー、この膝灼熱は強い。いや100機はすごい、いや100機ここまで全部ガードしてます。前投げで、さあ位置を入れ替えて、前投げもう一発、うえぇー、100機通さない、100機を通さない、それだけでも素晴らしい、もう偉い、偉すぎちゃう、もう。いや、お互いにトリガーが溜まりました。発動、5機はかなり強力なトリガーをここで発動です。そうですね。規制権しっかり。あー、これは、この空が強いんです。あー、これか。もう幾多のプレイヤーが涙したことか。そうなんですよね、これは私もあの東京ゲームショーで食らってマジでムカつきました。しっかり伸ばし、コンボ伸ばしていきます。画面端、いや開始5秒で画面端、あまりにも素晴らしい選択を取っていきます。この壊しが強いんです。この壊し振るだけでさくらにはもう素晴らしいです。ですね、相手もかなりビビってます。すごい決めていく逆タック。あまりに太い弾力。ここで100機が通ります。いいですね。やっぱみんな当たり前のやっぱ重ねてますね。ちゃんとしてます。あった、すごいくだり。ここは100機で逃げていくような形になっていったか。いいですね。お互いトリガーが止まりました。トリガー発動し、先に発動したのは5機です。あ、今日はちょっと遠いんじゃない？ああ、全然引っかかった。一瞬戦撃行くのか ?400 ダメージですね。あまりにも画面を意識してる。配信を意識したプレイか、これは。いや、あの、ガチです。ガチです。ありがとうございます。ただのガチです。ガチプレイ一戦です。ゴールド恐るべしですね。でもこの HTC さんはすごいやつ。ゴールドでもうあの連携されてたら俺もう泣きますよ。自分の多分トレもやってますね。その置き前もしゃがみ中中タッチ中パンファイヤー波動みたいな感じで、うん、もうやることを結構決めてて、うん、それのなんか鍛錬があるんで、だから多分春国のああいうセットプレーとかも練習してるっていうタイプなんでしょうね。大会でそれ強いんですよね、決めてると強いっす、うん、やっぱミスするんですよ人は。あ、ここで100機が通してきたか、こういう連携とかですよね。大系クラッシュカウンターからしっかり証券まで入れ込んで、いいはずを
こっちですよ。さくら、ここでトリガー発動しました。そう、当たるとしかも痛い当たると痛くて有利。全くの余談ですが、さくらのトリガー発動のトリガー1のモーションと豪機のトリガー2の発動モーションめちゃめちゃ似てるので、もし皆さんあの気になった方はトレモで見てください。 ありがとうございます画面端でさっき取ってしゃがみ中ピース。手上げるやつか、片手上げるやつですよ多分ね、モーションね、片手上げるやつがすごい似てるので、ちょっとあの時間がある方はねぜひ見てみてくださいあ、いいっすね、いい、やっぱりこの連携は EX 立つ巻きでしっかり画面端を押し付けていく。おー、これは痛いよ。あー、これ全部やる、えらすぎた。これクラッシュカウンターしないんです。いやこれもうみんなね、へってなると思いますがね、桜の勝負権はクラカンしません、うん、よし、ゲージを2つ使って反対の画面端まで押し込んでいきました。取り返す。あー、すごい。あ、昇竜拳と昇竜拳の試合です。いや、これ偉いですよ、しっかり逃げて、こうちょっと気まずいなと思って下がるか、トリガーが終わるの待つか。めっけ昇竜あーもう強い、前投げ一寸、えらい、やばい、やばい、やばいと思ったら下がるっていうのは大会の超重要です。深呼吸するみたいな感じで一回冷静になるために下がるのはすごくいいですね。それもさくらから本音が出てますね。危なかった、危なかった、そういう本音出していきましょう皆さん。いいっすね、さっきこの下段がかなり機能してますね。ここがすごいんです。そうなんです、そこで一気に画面端線を合わせて、でここでしっかりダメージ取れてるのがいいのかなってすごく思います。 EX100機をすごい対応してきますが、なんとかさくら対応しているが、おーっと残空が当たる。残空強いんですよ、残空強い。さくらは V トリガー1が点灯しました。対する5機は EX が3本溜まっているという状況。いいですね。トリガー発動！昇竜拳で締めて。来るぞ、来るぞ、来るぞ。来るぞ。ここで豪機も発動！いやー、バックス読んでいるか？読んでいる EX 昇竜！万物必殺！偉すぎる、すごいですね。1本目春国殺、いや2本目関谷空裂波とね、もうクリティカルアーツのみで倒しきるというね、かっこいい。ゲージ運用がいいってことですね。けど別に EX 使ってるんで、 EX100 機とかでゲージ運用がかなりうまかったと、ね、最初風さん確かにコンボミスで結構こう逆にやられちゃってる展開があったんで、ちょっと悔やまれる。そうですね、うん、うって思ってるでしょうね。いやでも大会緊張しますからね。ミスる。ミスるんですよね。じゃあこれで一回終わりましてと。はい。ミスるんですよね。マッチですね。はい。これで終わらせていただきます。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。どうなんでしょう。外だ。ハイドだ。レイさんとカズマックスさんのところはモデル今そちらの組み合わせは今、はい、呼び出しというか。試合はもう終わってるんですけども、はい、カズマックスさんがスマッシュ GG にログインできてないような、チェックインできてないようなので、なるほど、ちょっと待ってますよ、そうですね、今ちょっと呼びかけてます、はい、カズマックスさん、もしかするとスマッシュ GG ログアウトしてるかもしれないので、ログアウトチェックをしてもらえるといいかもしれないですね。そうですね、ちょっと ここであのやり方をそうですね、おさらいしつつ、はい、みんなで覚えていただければと。はじめさんがチェックインできてないという感じか、ね、うん、バレてますよ。あ、来ましたね。お、チェックインした。チェックインした。お、今日はね、92です。はい。92名です。ありがとう、ありがとう。しかも今回あれだな、あれがないですね。ん？ DQ が。DQ がない。確かに。いつも DQ とか、あのシードっていうか、あれがあって、うんうんうん、ちょっとだけなんか申し訳ない気持ちになったんですけど、なんか。ないですね。全員戦えてる。ありがて。はい。HTC さんと春風太陽さんも、チェックインしての記入お願いしますね。HTC さんがチェックインできてないと。はい。あと、ミナディン先輩さんと、アンドーチンさん。
これね、このコンファンボタンの押し忘れっていうのもあ、これもうバレてますよ、これ、うん、コンファンボタンどっちが押してないですか、これあミラディン先輩さん、ね、ミラディン先輩ミラディン先輩よくないよよくないよ押し忘れあるんで ねバレてますよ基本の数にあのコンファンボタン押していただけると、はいはい、でもこれに、ね、なれるんで次からね、頑張ってコンファンボタン押していきましょう。これね、押したつもりなんすよ。そう、あ、ミラディン先輩、ちょっとミラディン先輩ちょっと追ってみましょう、押したかどうか見てます、うん、今あの気づいたっぽいんで、そう、あ、押しましたね、押しました。で、これまだもう一回っていうか、またやらないといけないですよね、うん、これで安藤陣さんの方も、うん、え、なんか進まない、どうしようどうしようっつって、うん、ちょっと違うことやってると、次安藤陣さんの方がログアウトしたりするんですよ、うん、勝手になんか素晴らしい指示で、あれみたいなのって、ね、これ なんだこれはみたいな、うん、すれ違いにすれ違いを重ねていきます。そうそう、その押すまでこっちが操作できないんですよ。だから本当は全部操作できて、相手も全部操作できて、最後バンだったらいいんですけど、うん、こう一つずつこう進んでいくから、そうそうそう、結構そこら辺でね、こうなるんですよね。今はですね、ミナディン先輩さんが、2試合目の、どっちが勝ったかまだ入力していない状態ですね。安藤陣さんも同じくですね、2試合目の結果を、入力してくださいね。でこれね、ここのね画面までたどり着くのもちょっとね、うん、スマッシュ GG 分かんなかったりするんですよね。そうなんですよ、あれどこだっけ、どのボタンだっけなっつって、でなんか過去に参加した大会とかまでに、うん、到達したりして、ね、あれみたいな。これね、初見殺しかつなんかめんどくせえなっていうので、うん、あの敬遠されるんですけど、まあ、やると、まあ、言うてもっていう。ただこの方式慣れてもらえると、はい、CPT 出れます。そう、世界で通じますよねこれが。今後のためにもなるので、ぜひ、はい、ビーストカップはこれじゃないんですよね、使ってた。あ、みたいですね。今回はもう人力でしたね。え、人力、このご時世、このご時世人力なんですか。このご時世いやマジ肉を石で切るみたいな感じですよね。あ切るというか、まだ石で叩いてますね、はい、負けてる場合は待つしかないんですか。いや、負けてる場合はですね、これ今ミナディン先輩さんの画面なんですけど、安藤陣さんの方が勝ったじゃないですか。あ、でこのあ、分かんない、分かんないですね。勝った場合は安藤陣さんのウィンを押します。はい。で、自分負けたからこっちルーズかなと思うんですけど、これは引き分けの時ですね。そうです。あ、それちょっと分かりにくいですよ ね、相手の名前にそうどっちを、うん、が勝ったかっていうのは、そうそうそう、どっちも押すっていう感じなんですよね。しかもね、あ、そう、これでね、コンファームですね。コンファームしてください。ちょっとそうですね、押したくなっちゃうんでね、お願いします、ね、カズマックスさんがいらっしゃらない、いらっしゃらない、大丈夫ですよ、あの自己限で覚えていただければ、はい、他でむしろこれをやることによって他の人も、で、はい、しかもこれトラップなんですけど、もう一回押されていけない。ここの押し忘れ多分一番多いです、うん、いやもう終わったじゃんと思うんですけど、そうそうそう、実はこれでトラップでもう一回押すっていう、はい、これで 0-2 で確定しましたっていう状況ですね。で最後、レイスさんのところだけですね、はい、ありがとうございます。すいません、負けたのにこう晒し上げてしまって、カズマックスさんいらっしゃらなければ次勝ちましょう、ミラディン先輩さん。そうですね。で、カズマックスさんの方はもう試合は終わったんですよね。終わってない。ポポさん、ポポさん。試合は終わってますね。あ、どっちが勝ったかとか分かります？レイスさんが 2-0 で勝ってるんですけど、今ちょっと他のところで引き分けの表示があったみたいなので、ちょっとそっちを。なるほど。じゃあちょっと確認してから。直さないとかな。はい、あ、じゃあこれ進めて、じゃあ 2-0 で。レイスさん勝利にしますか。もしかしたら負けて、なんかちょっとまだ時間あるからちょっとトイレ行こうとか、うん、なんかちょっと飲み物買いに行こうとか、はい、あるかもしれないんでね。はい、ね、まあちょっとあれですね、ポポスケさんがなんか引き分けのところを今直してくれるんですかね。うん、それはちょっと待ってた方がいいですかね。じゃあでもどうだろう。2-1でなってるから大丈夫かな。はい、うん、大丈夫ですかね。あ、白米ライスさんのところ。白米ライスさん大丈夫かな。白米ライスさんどうですか。大丈夫です、2-1なので。カズマックスラウンジをやってたみたいなので声をかけておきました。もしかしたらあれかもしれない、普通のダブルイメと思って2回負けたから終わったと思ったのかもしれないです。あ、それは今回はスイスドローっていうルールなんで、はい、どっちにしろ6試合、あ、5試合か、5試合やります。5試合やりますよ、5試合。じゃあ、なんか終わったと思ってラウンジでやってみたいなので声かけておきました。これ、ね、あるあるですね。
あるあるなんで。あれチェックインしたっぽい。いやまだですね。カズマックさんよろしくお願いします。これねあるんで、まあ、もうちょっと待って、もしまだいらっしゃらなければやっちゃいましょうか。むしろなんか他がどういう風に今か2勝してるのかとか、上の方、上の方そうですね、スリックサイバーテックさん、あなんか名前強そうですね、うん、DSX さんは買ってますね、スッカ時計さんも買ってる、ゲスさん、この上の方はもうなんかみんな強いんでしょうね。男立ちちょっといいですね、名前が。そうですね。男立ちって何でしたっけ。男塾ですか、違うかな、男塾かな、なんかありましたよね、まあ、男塾で多分あるだと思う、どうせ。あ、違うわ、バキっすよ、バキの花山薫の。そうです、はい、あー、背中で受けるやつ。そう あれだ、あれか、これか、両手上げて、うん、やるやつか。切られると思ったら背中をグッと受けるやつですね。立派です、うん、一番自信であるところで受けるやつですね、じゃちょっとカズマックさんいらっしゃらないんでチェックインしちゃいますね、はい、今来てます、ね、あ、来てました、多分、はい、あ、すいません、来てらっしゃるのでちょっと覚えていただくためにもちょっとやってもらった方がいいかも。 あ、チェックインできたみたい、しちゃいました、すいません、あ、チェックインボタン押しちゃいました、そうか、あ、まあ時間か、そうか、うん、進めましょうか、はい、で誰だろう、確かに今回はブロンズ隊とかはやっぱあんま参加してないのかな。お、進んでますね、進んでますよ、ブロンズ隊。いやけどね、やっぱり、ね、ブロンズ隊をね、こういうところにどうやってブロンズの人を参加させるかっていうのが僕たちのお仕事だと思うんです。これコンファームボタンを、押してくださいね、カズマックさん。勝敗入力した後、多分サブミットらしいですね、あの参加者側から見えるボタンは。あ、なるほど、ごめんなさい、そこでそごが出てるっぽいですね、ごめんなさい、管理画面とちょっと違うみたいでした、サブミットボタンでした。あ、ブロンズなんで見ながら覚えてます。確かにこうやっぱブロンズの人は多分今日参加してない。あ、ブロ、あ、プラさんか、プラさんね。いやでもディスコードの方だとルーキーでもブロンズでもって来てくれてますね。ああ、そう、負ければ負けるほどあの弱い人と当たりやすくなるんで、うん、勝つ、これから勝つ。同じレベルかな、必要な人と対戦できますので。マコさんにしてはちょっとあれじゃない、よくよくなんですね、すみませんでした、うん、俺が言うのはまだあるかもしれない、悪い D が出た、D が出た、そういうの本当にあの傷つくと思うのでやめた方がいいですね。カズマも160キロストレートだけで押しちゃいます。あ、おさ、あ、進んだ、進んだ。あ、ウォールドは初心者大会にもギリギリ出られない、そうですよね。無差別だと逆刺されますよね。うん、そこに気づいた。第2ゲームのどちらが勝ったかを入れて、はい、サブに。はい、優秀優秀。ありがとうございます。はいはいはい。で、これで第3試合に行くんで。あ、来ましたね、第3来ました。来ました？来ましたね。はい、じゃあ、真っ青。ブロンズでもいいんですよ。ルーキーちょっとディスコードでもちょっとご案内させていただきます。はい、配信台の発表がした、発表した後に、各自でまたあの対戦招待し合って始めてください。はい、配信台決めるのをごめんなさい、先にあのお願い、待ってください。はい。ん、あのまあ、決める前に試合を始めないでください。ああ、そういうことですね、はい、お願いします。じゃあ、いや、男立ちさんにしようかなと思ったら、はい、さっき出てたあのからくりさんなんで、まあさすがにちょっと知ら、あの、ね、違う人の方がいいかなという読みで、はい、あれ、タイ、あ、そう、タイガーさん見たいって言ってましたよね。タイガーさん、うん、じゃあ、はい、タイガーさんを呼びましょう。タイガーさん、ふもらさん、ふもらさんか、タイガーさん対ふもらさんで、あと下からいきます。そうですね、さよなら、コメントでやめろと言われました。ごめんなさい、ごめんなさい、もう遅いです。いや、やっぱこう名前がやっぱ目につく、これやっぱミナデイン先輩とニート受験生、はい、ニート受験生さんはミナデイン先輩で、すごい相性良さそうじゃないですか。そうですね、はい、ニート受験生得意技はミナデインとか。そうですね、先輩ですよ、対戦するのが先輩なので、多分そこはちょっと先輩としての何か威厳を見せてくれるんじゃないかと、はい、僕は勝手に想像してます、はい、学校で先輩になるかもしれないですかね。可能性ありますもん ね受験名前採用でちょっと、うん、はい、
じゃあ、ミラーデイン先輩さんと、ニート受験生さんも、はい、配信団の方によろしくお願いします。3対戦ですね。やっとこれで半分、はい、半分来ましたね。中盤戦に差し掛かってきました、うん、と思いますね。けどなんかやっぱいつもよりちょっと早い気がする。90いるんですけどね、はい、じゃあ、あとラウンド作ります。3、99、2先、8人で調べるといいですね。で、あとは、パスワードありで。今までのその大会とかだと1試合目とかで結構その2試合配信で終わっても時間がまだ終わってないところとかあったりとかしたので、そこで多分なんかその分時間も短縮されてるかなと思うんですけども、うん、数を重ねると新しい人が来てもこうやってくれるっていうね、うん、確かにこの名前でよかった。いいの、お前知らねえよ。他人に対して興味を持って対応する生まれ変わったフードはニューフード。そうっすよ。それでまだ俺足らないらしいですか、どうやら。あら、女子高生ですか。ただ女子高生じゃないですよ、厳密に言うと。厳密に言うと、あ、なんか、はい、タイガーさん来てください、ね、あ、お願いします。そこね、ちょっとね、伸ばしどころ見つけましたよ。ダンホーさんと俺結構得意だと思うな。得意、質問の鬼じゃないですか。あ、俺、そうですね、はい、質問しまくって、はい、ちょっと良くない空気が流れるぐらい質問するじゃないですか。良くない空気が流れるまで質問しますね。だから俺もちょっとダンゴさんに教えてもらうんだけど、その質問術、うん、テンプレ質問だってあれ超好きじゃないですか。100の質問みたいな、折笠に100の質問とかそういうの好きじゃないですか。そうですね、昼から夕飯までずっと質問しますから。昼飯食ってから質問し始めて、夕飯だっつってずっと電話で質問した時は、ね、そうですよね。それやっぱね、ちょっと俺気をつけないといけない、手に入れるものかもしれないですね。逆に言えば伸びしろしかないっていうところは、うん、そうなんですよ。伸びしろっていうか、俺の中でいらないもんだと思ってたところがもう実は伸びしろだったっていう話なんですよ。キャッチボール大事ね。タイガさんとフモラさん、ミラディン先輩さんとニート受験生さん、はい、配信台の方にお願いします。さっきね、ポポスケさんがね、なんか作ってくれたんですよ。これを貼っちゃったらいいんじゃない。ゾリカスさんに質問はね、すごくしたくなるんですよ。なんか好きな色は何ですかって聞いたときに、普通の人はダリーな赤みたいなオーラ出すじゃないですか。折笠さんはちょっと待って、ちゃんと考えるからって言うんですよ。ちゃんと考える、そう、みたいな感じで、コバルトブルーみたいな感じのことを言ってくれるから、すごい質問しがいがあるっていうのは実際ありますよね、折笠さんには。小瀬さんの作ってもらったやつ貼っときました。これでちょっと呼べない、だったらこっちからミラネイ先輩の方は来れるかな。来れる方は来ていただけると、うん、来れるかな、来れるかな、どうかな、どうかな、どうかな。もしあれだったら自分の方でも招待いたしますので、何かID とかが、対戦相手の方を見れば大丈夫か。多分ね、俺また呼べない説があるんで、ちょっと呼んでほしいまであるんですよね。まずミラデイン先輩多分俺呼べないですよね。アンダーバーがちょっとね、相性が悪いっていう。アンダーバーがね、キーボードにないんですよ、うん、で打てないっていうね、うん、あとニート受験生さんと CFN、フモラさん、フモラさん頑張れ。おい、どうかな、取れるかな。今日とかけど、あれが VTuber の人とかはいないかな。なんかいつもなんか配信者の人結構いるんですけど、うん、今日配信者の方っていないのかな。いないかもしれないですね。もう全然いてもらって、なんかわちゃわちゃやってもいいなっていう。で、前回のビーストカップが成功したおかげって、はい、配信者さんがいたからって、めちゃくちゃでかいんですよね。いやでしょ、ね、であれ配信者さんがいなかったら無理でしょう、ね、終わりでした。タイガさんとフモラさんは終わりました。タイガさんとフモラさんは終わりました。はい、前見させてもらってお願いします。モスモモスモさん、そうキーボードがそう US 配列。あれ、タイガさんとフモラ終わったっていうことだろう。
US 配列だと多分なんだろう、ゼロの隣の防音みたいなところあるじゃないですか、ハイフン、ハイフンのところシフトで押しながら、多分このハイフンのところを押すと多分アンダーバー出ると思うんですけど、ハイフンシフト押しながら対戦をしてないよ、ね、出たー、あーよかったです。これアンダーバーか。お、じゃあ自分もはい、US キーボードを使ってるのでよかったです。これアンダーバーじゃあちょっとミナデン先輩、これアンダーバーです。これアンダーバーです。自分前それでジャッキーやってました。あ、それアンダーバーじゃない、ね。これアンダーバーじゃなくないですか。あれアンダーバーではない。あ、アンダーバー。あれ？あったね。いい。行きましたね。あ、多分それね、日本語配列と。その英語の US 配列で微妙に、ね、そのキーの位置が違かったりするんですよ。あ、けどありがてー。自分もそれ最初、はい、苦戦しましたけど、いつもなんか他のところのサイトとか開いたりとかやってアンダーバーやってコピーして やってたんですけど、これ CFL ってコピーできないんですよ、うん、そうですね、これね CFL ね、コピー機能をつけてほしいっすわ。あ、これそうですね、それだとディスコードとかスマッシュ GG とかでも出てた名前そのままコピペとかで。タイガさんとフモラさんってもう試合終わってる？もしかして。え？いやでもタイガさんずっといるから試合できないはずなんですよね。あれ？フモラさんが。え？タイガさんとフモラさんの方は終わりましたかって、タイガさんはもう終わってないです。ああ、びっくりした。ああ、終わってます。ああ、よかったです。時空の歪みを感じてしまうところです。アーピーさんの FID が分かんない、だいたいタイガーさんと間違えました。そんな人いるんだ。じゃあ、ふむらさん、配信台来れますかね。じゃあ呼びますか。これはCFN ふむらさんでしたね。呼びますね。よくある名前ですいませんって。それは別に大丈夫ですかね。ああ、RP さんのこれ。なるほど。あ、F かな。E。あ、CF のいらないんか。あ、そういうことか。こうか。E。はい、呼びました。あと、あれですね。ニートさんですね。そんなことたるすか、日本語配列のキーボードって。これ初めて知りました。ニート受験生さん、ニート受験生さんもお呼びいたします。すいません。よろしくお願いします。あ、じゃあだったら自分の方でもう一人ニート受験生さんを呼べばよかったですね。あ、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。すいません、N が多いかな。次からは何かあったら自分の方でもさてやりますので。あ、いや、ありがとうございます。はい、ちょっとね、こっちがね、はい、じゃあ対戦できるのがタイガさんとフモラさんかな。フモラさんですね、はい、はい、じゃあミナデイン先輩さん、はい、下にすいません下がってください。これ12時ぐらいの終わるかもな。うん、いけると思う、希望が。はい、ありがてぇ。ありがたさ。じゃあ、2人は進めてもらっていい？はい、対戦お願いします。始まりました。第3ラウンド、1試合目、タイガエド対フモラナッシュ見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、はい、いや、個人的にはね、今日ラウンジで培った自力の高さを見せてほしいなと思うんですけども、ちょっと僕ナッシュ使えないので、ちょっと多分初体験になると思うので、ちょっと頑張ってください。はい、頑張ってください。ランクで見るとほぼほぼ一緒なので、これはかなり面白そうです。
そうですか。エドやっぱり無敵が簡単に出せるっていうのがあるんで、このランク帯ではもうものすごい多分強いと思いますね。飛びから通して画面端を先に作っていったのダッシュ。だけど飛びから入れ替えていきます。このワンツースリーがね。対空。対空しっかり。エラすぎる。しっかりさあ画面端。後ろ投げで位置を入れ替えていきます。画面中央に戦場を戻して。ナッシュはソニックブームでしっかり対戦。おここで飛びを通していく。このジリジリしてしまい、しっかり当たっている。ダメージはうまく伸ばせなかったが、しっかり垂直で刈り取っていく。いやこれもうシルバーの戦いじゃないぐらい、なんか内容がしっかりしますね。そうですね。さあサイスでいきなり先制を取りに行こうとしました。垂直で避けている。いやー弾といえば垂直、えらい。しっかり垂直で受けてる、ね、あんまりにも素晴らしい選択肢。パーティーやってます、ね、飛びを通してこれはめくりになっている。いいですね、芸術使い方。さあ序盤でしっかり EX ゲージを3本入っていきました。この体力差、さあどうやってここから逆転の糸口を見つけていくのか。おー、いいゲージがそろそろ3本目いくかというところ。対空しっかり、すごいですね。しっかり EX ゲージを使って対空後のダメージをしっかり取っていきます。サイス当たって、おこの飛びはしっかりガードして投げを読んでいます。お互いに V トリガーが点灯しました。先に発動したのはタイガエド。わあカウンターヒット、球をしっかり避けて、いやカウンターヒットしているがゆえのこのコンボ、しっかり取り返していきました。ファイナルラウンドです。ゲージ状況で言えばややナッシュがいい状況かといったところ。ここ2本溜まりました。しっかりワンツースリーからコンボを重ねてダメージを取っていきます。いやこのソバットが辛い。サイスで位置を入れ替えていきました。ちょっと出なかったですね。対空しっかり、あまりにも偉い。投げはジャンプで受けていきます。いや空対空、偉いぞ。しっかりボタンを押す。これはね、ぜひとも皆さん頑張ってください。ジャンプしたらもう押してください、ボタンを。確かに。さあ、これはソニックブームし、ソニックブームで相打ちを狙っていきました。いやこのめくり取っている。ゲージは、ここでゲージを全部入っていきます。しかし、ナッシュはまあトリガーも溜まっているので、これはかなりいい状況。しかし、エドはここで無敵を出していく。エドもしっかりトリガーが溜まってきましたが、しっかりしゃがみ大パンチで。やっぱエドのけどやっぱ BGM すごいいいっすね。BGM かなりですよ。俺まあ、エイドマイル楽しいなと思ったからかもしれないですけど、うん、あのエドの BGM かっこいいっす。かっこいいですね。完全にエイドマイルなんですけど。エドのやつ確かなんかあの結構なんか反骨心あふれるような感じの歌詞だったんですけど、あんま覚えてないですね。まあ、エイドマイルなんで。うん。カジもそっち系でしょ。ああ、後ろ投げ、画面中央での戦いを選んでいきます。ソニックでしっかり牽制していきます。ナッシュはトリガー溜まりました。2本トリガーなので先に溜まっていくか。後ろ投げ、うん、画面中央でしっかり戦っていこうとしていく。この選択どう出るか。EX ゲージはお互いと同じ状況かと思うんだよ。この EX ゲージを入っていきます。ここでクリティカルアーツ。さすが雲野さん、ゲージをすごいちゃんと使いますね。はい、エミネムです、エミネム。さあ、しっかり吸い取っていきます。ね、もう3本入ったから、ちょっとちょうだいっていうね。わかる。わかる、欲しいよね、EX ゲージ。あるとやっぱり強力な技が出せるので。確かに有利な状況を作っていく。後ろ投げ、あ先にチェックメイトの状況に立ったのはフモラナッシュ。おそらく2人とこれ2勝してる方なんだと思うんですよね、1対1的に。けどゴールドじゃなくてシルバーなんだっていう、ランクは関係ないという、ね、ウルトラゴールド以下といえどもやはりこのシルバーの底力というものをここで今見せつけられているような感じがします。しっかりめくり飛びで位置を入れ替えていきます。うわ
やっぱりこのエドはめくり飛びがちょっと苦手か。あ、水中ブーリーバトルえーらいが、さあ、しっかりと勝ちは見てきた、勝ちは見てきた。あーあ、バックジャンプで距離を取っていくが、ソニックブーム残念だ。いや、素晴らしい試合でした。ゲーム用がやっぱふもろさんすごい良かったっすね。すぐ足上までつなげてみたいな感じで当てた後とか、あのクリティカルアートでしっかりダメージを取って、もう本当にあと投げ一発で終わらせますよっていうような、そうですよね、体力持っていくっていうのも、あ、いい選択肢だなと思いました。決めもついてくんで。トモさん、それ何飲んでるんですか。氷です。氷だけのパターンですね。はい、お茶をいただこうかな。そうですね。あと、まあ先ほどのまあタイガさんで言えば、やっぱりその対空で蹴り上げた後 EX ゲージとか使ってて、あのダメージ伸ばしてたところとかも個人的にはいい選択肢だなと思いましたね。そうですね。そこでやっぱりゲージ腐らしてなかったんで、ゲージをねちゃんと使うのやっぱ大切ですから、うん、おい、みんな温かいコメント、温かいコメントを見るとみんな嬉しい、うん、凄まじいです。凄まじいです。はい、こういう配信台とかでこう負けちゃうと、なんかうわーやっちまったなみたいな、すごいなんかもう永久戦犯みたいな気持ちになっちゃうかもしれないんですけど、大丈夫です、みんな優しいんで。プロゲーマー負けたら下手くそ書かれますから、あの世界戦なんとかしましょう皆さんで。本来はこうあるべきですよ。頑張ったねっておめでとうとかつって、こいつガンダムばっかやってんじゃねえよみたいな。恐ろしいですよ、あの世界も。じゃあ次はミラーデイン先輩さん対、そうですね、お互い2トップともして始めて、はい、どうぞです。ミドジュゲンさん、意図しない反射的な行動でどう直せばいい。わかるそれ。いや、格ゲーは意図できる、情報量が少ないから、あ、いやでも下手だなってやっぱ思うわけじゃないですか。それでもう口に下手だなって出ちゃうっていう、うん、だろう、あ、それは良くない、それは良くない反射。だから絶対プラス思考ですよ。いきなり飛んできたら対空出ないとか、そういう話ですよね。いきなりステップして、止めれないって感じなんですけど、格ゲーは想定しやすいゲームなんで、うん、大丈夫、どう直せば大丈夫、大丈夫、そういうことね。意図しないで意図しないでそういうのは言っちゃう人なのかなっていうので、あ、まあそんな、そこはここに聞くことじゃないような気がします。そうそう、釣られるとか、手癖とか、そういうことですね。手癖とかはもうあの長い目で俺はキャラと付き合っていくしかないかなって思いました。本当にホンダだと弱頭突きとか体育でよく出しちゃってたんですけど、強頭突きに直すまでにすごい時間かかったんですけど、やっぱり直せたらやっぱり強いので、もう付き合っていくしかないです。あ、ミナデイン先輩コーディー対ニート受験生剣ということで、ね、頑張って、いいですね、あのなんとかこの試合も頑張っていただいて、あの受験の方も頑張ってください。はい、ミナデイン先輩もね、4人集めてください、ね、頑張って。そうですね、でこれスイスドローってやっぱいいところなんですけど、同じこう実力の人と当たりやすいっていうのが、うん、こうもう出てます。完全にもう3試合目、そうですね、もうね、そう、ブロンズ対ブロンズで、ね、ブロンズとブロンズ、シルバーとシルバーなので、うん、梅田さんも言ってました、最高峰の試合だけが面白いんじゃないんだ、お互いこう技を振り合っていくような形か、お、技を通していくが、飛びを先に通したのはニート受験生。見てください、この技を軸に戦いますって V スキル、あ、この V スキルやっぱ見せていくことによって、やっぱりあの私は持ってるってのができるので、それは本当に素晴らしい選択肢だと思います。弾とかもこうこれが溜まりました。ここナイフ、ナイフ上に投げる、横に投げる。ナイフは強い、パイプじゃねえと。これあのファイナルファイトの頃から、うん、あのコーディはナイフ持つる強かった。そうですね、これナイフ持ってもうずっと突刺してるやつですね。これお互いに EX ゲージは3本溜まって、超必殺技クリティカルアーツがいつでも出せる状況。空手く制していくのミラディン先輩。あ、いいね、お互いゲージ使うといいよ。ゲージ使うのね、ゲージ使う強い技出てくるんですよ。ウィスキル2をしっかり、ね、ゲージから出る技ってもう全部強いのよ。
まあ弱い、その技弱い。ああ、その技弱い。ゲージ、V ゲージをね、貯めることで、飛び取り感も発動できるので、ゲージ V スキル技は発動しててそうなると思います。いや、この台形 V スキルが強い。ゲージ使った方が勝ち。ゲージ使った方が勝ち。お願いします。もうみんな、はい、はい。お前が勝った、まっさっさ。いや、素晴らしい X 勝利。溜まってますよ。溜まってますよ。ゲージ溜まってますよ。EX 波動。そうなんですよ。ゲージ使った方が偉いんですよね。いいですね。特にミラネン先輩の方は、はい、あのナッシュって EX あナッシュじゃねえ、コーディってEX ゾンクがマジで優秀なゲージ使い話なんで、もうゲージ溜まったレースゾンク。そこにもうコーディ使い、そうですね、やっぱり EX ゾンクでしっかりその自分のターン作っていってっていうところになってくると思うので。EX 技全キャラ通して多分 EX ゾンクはトップ5クッシーっすよね。トップ5に入る。はい、開始10秒で画面端、そうはさせないとミラディン先輩上場に画面をしていきます。さあコーディはここで溜まりましたよ。 V トリガーナイフがさナイフ投げられます。ナイフ投げられますよ先輩。先輩ナイフ投げられます。いや先輩ナイフまだ無理っす、まだ無理っす。トリガー中じゃないとナイフは。あいよいいよ先輩、ナイフ投げる準備できてます。すあえナイフ持って、いいよいいよ、そうやっぱりトリガーは発動することにやっぱりいいですね。そうですね。おーすごい上のケア、上はしっかり読んでいたというワンバーカーの V スキル。 EX とかマジの強技です。お互いにゲージ状況に似たようなところ、先に EX 波動で消費をしていきました。ね、有利フレーム、有利フレーム。どう制していくか。後ろ投げ、もう世界最強の後ろ投げが刺さっていく。これは後ろ投げ業界ナンバーワンです。ナンバーワンです。はい、ナンバーワン。これ多分ナンバーワンです、マジで。だいたい、EX ゲージ業界全キャラ屈指の、その、コーディ。後ろ投げナンバーワンの剣だ。勝利暴れていく。カウンターヒットして、お素晴らしい画面弾き。これはコンボ。ああ忙しくなかったこれ、ね、歩いちゃったからスカッと説あるかもしれない。今もしかしたらリバーサで打ってれば当たったかもっていう。そうか、ゲージが4本だからミラで打てないのか。ドラクエ5の あのスーファミバージョンだったら。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、あの今度入るシステム調整で多分 EX ゲージ4本になります。はい、そしたらミラディング打ちましょう。 EX ソングがマジでおすすめ技なんで、はい、ぜひ EX ソングをちょっと多めに使ってもらえるといいですね。あれマジの最強技なんで、はい、あそこからまあ打撃だって投げだったりとか本当に、ね、困らされるのでやられると。攻めの起点をもらえるってすごく優秀で、うん、ゲージ1個で投げと打撃の択をもらえるんですよ。すごく強いですね。で投げが入るとゲージ3分の1回収するんですよ。しかもすごいあの回転率もよくなる。やばいです、ね、あとは HTC さん対美瑛京さん、これ多分コーディー使いは多分みんな多分それ言ってるの聞きますね。 EX ゾンクに無敵欲しいって。あれに無敵ついたらおそらくくださいってなっちゃうね。おそらくものすごい何かを失いますよ、それがついたら、うん、そうですね。多分あそうボタンホールド、あボタンホールドはちなみにおすすめは、例えばトリガーボタンを設定してそれを押すってやる。俺バーディーでやってたのはトリガーボタンを設定するんですよ。でそれを押すことによって大パンと大キックを押したことになるんですよ。だからボタン2つ押すのって大変なんですよ。こうけどボタン1個で良くなる。なるほど。ああなるほど。で対空が中あれ中あけど対空があれか大パンか。あじゃあきついですね。だったら例えば V スキルボタンを押すとかを設定して中パン中キックを使えなくするみたいな感じすると、まあ、大パンで対空できるようになるんでみたいな感じで、1つのボタンで結果的に2つ押したことになる便利ボタンを作ることによって、うん、EX ゾンク勝手になります。えい、じゃああと、これだけかな。もうミナディン先輩のところは今入力されてたんで、そうですね、
HTC さん対ビエキョウさんの様子って、ポースケさん分かります？多分チェックインできてるので、対戦されてると思います。ディスコードで一応声かけがあったはずなので。じゃあちょっと待ちましょうか、ね。対戦中だと思います。対戦していただいた相手と、フレットロックできました。カビ大会。皆さん交流の方、よろしくお願いします。そうですね。実力が近い人たちが多いと思うんで。それこそね、トパちゃんとかあって。はい、そうですよ。トパチャリか、うん、タイカー3音とかみんなここからね、うん、自己圏1軍2軍3軍で、ね、15軍ぐらいまで出てたから俺もね、うん、嬉しいのかもしれません今回92人参加していただいたので30軍まで一応出ます。いや、やっぱりこの格闘ゲームコミュニティはね面白い人がすごく多いですし、はい、そしてなんだかんだやっぱねいい人が多いですね。いや大体いい人多いっすよどの業界もどんなところで育ったんですか。いやだからここでのその人間関係っていうのは、うん、まあ、もしかしたら本当にこう一生ものの財産なんじゃないかな。オーバーに言うならオーバーに言うならそうかもしれません。そうですね、本当にあの、うん、なんていうんですかね、一生もののこうね、縁を今作ってる最中かもしれない、うん、やっぱこの当然今日知らない人といっぱい出会ったんだけど、うん、一つこう軸になるものがあるからこう寄りやすいっすよね。そうそうですよ、つっつってね、うん、でそのやっぱクラスにね一人二人その友達とか知り合いがいるだけでねだいぶクラスに馴染むんですよね。ああ馴染みますよね、居場所ができるというか。あー危ないですよ全然。うん、ありがとうございます。今残りの一組の方たちも今勝利報告し合ってくれますね。ドリンクちょっと持ってきます。あ、そう。リリットさん確かそうですね。ブロンズ大会で多分キャミーで出てて、あのその説は大変ありがとうございました。参加していただきまして。そう、ツイッターとかもね、つながるのいいっすよね。ウェブ業界は闇。どこの業界にも人、闇は潜んでます。いや、やっぱその中からこう光を探していきましょう。このコミュニティはマジであったかいと思います。すごく。あ、今入力されてますね。もうちょい。あ、それ自分の実況のおかげでやる気が出ました。ありがとうございます。いや、本当にそう言ってもらえると僕もね、あのやりがいがあるので、ありがとうございました。いや、でも毎月ね、回を重ねるごとに、やっぱ実況上手くなってますよ、すごい。いや、本当にありがとうございます。もうあのこういうやっぱり場があるので、やっぱり、それこそ本当にいろんな格ゲーとかの、まあ、大会もそうですし、はい、別の、まあ、野球だったり、サッカーだったり、プロレスだったり、まあ、いろんな実況とかも見て、あの少しずつ勉強もしてるので、さすがです。はい、第4ラウンド出ましたが、配信台決めるまでお待ちください。はい、第4ラウンド出ましたが、配信台決めるまでお待ちください。あの、はい、もしあの大会があるよっていうところで、あの実況枠空いてましたら、あの僕にねいつでもなんかメッセージ送っていただければ飛んでいきますので、よろしくお願いします。アクエリアさん、アクエリアさんでいいですかね。はい、あの、あ、はい、いや実況を呼ぶときアクエリアさん、アクエリアさん、実況はアクエリアさんなので。あ、そうですね、実況は、はい、あの私アクエリアス、まあアクエリさんでも全然もう何でもあの大丈夫です。あの自分そのそうですね、高校生の時のあだ名がメガネだったんで大丈夫です。ただメガネでも大丈夫です、はい、ポカリとかでも大丈夫ですか。どんだけポカリでも大丈夫です。はい、じゃあフードさん選んでください。飲み物だったら大丈夫です、うん、もうなんかこの GGGコマさん、あ、やべやべ、あ、TSX さんってやりましたっけ。やりましたね。やりましたね、はい。あ、じゃあ男たちいけないさっきからね、こうね、鉄壁のガード鉄壁のガードがね、ありました。そうですね、さぞかしガードが勝たんだろうなと思いますもん。シカさんとこうゲスさんっていうなんかちょっと相性が良さそうな、なんか名前、はい、
はい、じゃあ、シカさんとゲスさん、GGG コマさんは、配信台の方にお願いします。どんどんしたあいですね、皆さんこうチェックインしてね、お互いチェックインしてやるぞと。どうですか、中盤あたりも選びます？あ、だったら愛して並びって名前長期になるけど、さっきやっちゃいましたもんね、カラオケ。しかもあるそうか、うん、なんかでツイッターの闇はもうあの大丈夫です、もう闇はあの切り裂いたんで、もうそこはもう大丈夫です。ケロケロ丸って梅原、はい、さんの名前か、違うか、ケロケロ丸。あ、俺キクゾオンライン、キクゾオンライン、キクゾオンラインっていうのはすごいいい名前ですね。キクゾってやっぱ林屋なのかな、林は菊蔵オンラインさん。ああ、そうですね。菊蔵オンラインさんと慶野さん、はい、配信台の方にお願いします。しかしたら、なんかこの配信とかしてるんですかね、オンラインってついてたら、なんかしてそうな気もするんですけどね。あ、そういう方ではないのかな。はい、なんでオンラインまでつけたんですかね。菊蔵さん、キーノさん、慶野さん、配信台にお願いします。鹿さんと、GTG コマゲスさんも配信台にお願いします、はい、配信台の方にメンション送りましたので、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。でこれね、もともとね、あの土曜日とか言ってたんですよね、うん、そう実はそうです。けど最初土曜日とかでしたね。はい、まあなんか、うん、まあいいんじゃないかって、平日の9時からやって、うんうん、いいんじゃない、うん、カッてなりましたよね。酔ってます。酔ってないですか。だって右手に優勝する飲み物ありますからね。でもね、なんかあんまり変わらない、持ってる飲んでも、あ、じゃなくて、あの木曜も土曜も、まあ、あんまり変わらない。参加する人自体とか見てくれる人自体もそんなに、まあまあ どうしても無理な人はね、いるでしょうけどね、うん、平日のこの時間、うん、まあ半年に1回ぐらいなんか祝日なりで開けたらいいのかなみたいな。12月は祝日っていいんじゃないですか。いや、月末忙しいっす。忙しいっすね。最近の土日かなり予定があります、ね、はい、あ、じゃないですね。7月とかにやったのはあの海の日じゃないしたっけ。うそうだ、海の日スペシャルとかで多分やってたような気がするので、祝日に全部大会やるっていう年も やりたいですけどね。そしたら覚えるじゃないですか、祝日。あ、学校です、ね、この月この日祝日あるから、ここに8月合わせて仕上げていく。ゴールデンウィークやばいぞっつって、うん、ゴールデン毎日ですね。実際どんぐらいだと50、60ぐらいあるの。いやでも本当関係ない暮らししてもね、わかんないですよね。俺とかわかんないですよ、私。祝日を覚えるための大会、うん、1年に1回ぐらい、1年1回っていうか、まあ、そんぐらいの年があっても。あ、これね、鹿さんとね、これゲスさんなんで、うん、大丈夫ですね、戦えます、ね、じゃあ4、もうやってもらって、うん、はい、じゃあ、その間に、うん、キクゾオンラインさんとキーノさんは配信台にその間来てもらって、であの難しかったら、はい、あのその後に呼びます。はい、はい、じゃあ先にキーノさんとシカさんですね。さあゲスさんとシカさんです。シカさん、よろしくお願いします。今日はラシードポイズン結構自己嫌でもね、うん、もちろん俺がポイズン対策みたいな動き、はい、結構今日配信で教えたと思うんで、うんうん、それがどう生きるか。あれ大丈夫か、相性的に、うまいこと今日なんかチャット P2P っていうか大丈夫そうっすね、うん、サーバー経由が全然ないのが、うん、そうで裏でも起きてないのかな。うん、なんかあんまりそういうメッセージは出てないので、うん、始まりました。あ、第4ウェブ第1試合目、シカポイズン対ゲスラシードで言いましょう。よろしくお願いします。なんだろう、なんかすごいな、シカとゲスっていうのは、シカとゲスなんかいいですよね。2文字2文字ですね。
すごいコスだこれ。え、すごいコス。これバイオハザードのコラボコスでしたかね。いや、あ、そうでしたっけ。これ戦闘服コス。インターマズカンダイ。これ戦闘服。戦闘服。これはデビルメイクライですね。あ、デビルメイクライ。はい。もう世界すべての、ポイズンファンの皆さん大変申し訳ございませんでした。デビルメイクライこんなキャラいました。まあ、デビルメイクライは何もしないですよ。顔面端、Vリバーサル。そうですね、ここで早めの Vリバーサルはトリガー吐くためにも結構重要だったりするのでとてもいい選択肢だと思いますが、画面端を逃がさない。いいですね、ここで入れ替えて、うまい、ペン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 、鏡中学から出版ですね。アバントラインしっかり強度ダメージを取っていきます。いい、これはあーあー、ここでダメージを、安すぎる、安すぎる、あ、焦ってしまったか。大丈夫だ、まだまだ終わってない、まだ終わってない、いけるいけるいける。これはあまりにも痛いチューパンチ。実は基本的になんですけど、ピオラして先発動っていうのはもう全キャラありえないんですよね。基本はあの、なるほど、はい、スタンさせた後に発動すると、あの補正が乗ってしまって、はい、ダメージが激減してます。そうですね、はい、はい、昇竜拳ガードシャトーは大丈夫なんですけど、ピューラシャトーはダメなんです。しっかり、さあここは中アバントラインで立ち回り意識していきます。画面端、さあスタンリーチ怖いよ、画面端、ちょっと誰か発動、多分誰か入ってきたのかな。ラシードは V トリガーズだと竜巻をねいつでも起こせます。ズル、おっ、これはって言っちゃいけないね、うん、これ画面欲しい、しっかり背負って、ここ垂直中断。あのアゲンさんはずるいよりはいいですよね。いいですね。と押してるのは、うん、鹿さん、鹿さん、ゲスさんですね。ポイズンの方がまあ押してますね。けどまあなんかちょっともったいない感じで取られてしまうという。しゃがみ大ピー、このリーチを生かしてしっかりめくってる。対空出したんですが、しっかりそのよりも先に出してきますね。ほら見てくださいよ、確実に自己嫌見てます。この確実に私自己嫌見てますっていう感じの動きしてくれてますね。ありがたい。ちゃんとしゃがんで待って、ここガードしてステップ。しゃがみ大ピー、このワールが強い。 2020EX ワール、Vリバーサルを吐いて、うん、です。ここで発動するチャンスもあります。いや、大パーン。これいいコス。ホマさんがね、ほらホマさんがちゃんとこれでちゃんとで対策してるんですよ。本当だ。出すことができますが、ポイズンもここでゲージを貯めていきました。ライダーキック。後ろ歴しないってことですね。ちゃんとこうじっくり前投げで画面端をキープしていきます。すごいですね、この EX ワールに対して V リバーサルをしっかり入っていくことで相手に有利を渡さないという意思でしょうか。これ裏回ってるんです、投げ。そろそろここでラシード V トリガー2が発動できる状態になりました。 V リバーサルでしっかりこのポイズン有利の読み合いを回避していきます。あ、でもお互いの勝ちたさがぶつかってる感じしますね。ラシードはなんとかこの EX ゲージ2本をいつ生かすかといったところ、体力ビハインドどうかしていくか。いやー、打つよ、ゲージ。トリガー溜まりました。しっかり無敵で切り返して、大慶、クラカン、あまりにも痛いダメージ。これは、ね、いい、ちょうど。素晴らしい、コンボ決めていきました。ファイナルラウンド、ここで王手かけていきました、ゲスラシード。この裏回りの読み合いはしっかり無敵で回避していきます。つながっている、画面火事が開始10秒でできてしまった。なんとかコンボをつないで顔面中央に戦場を戻していきました。ここでしかし許さないのがラシード、前投げ一つ中足から一番これ痛いっすよ、減るよ、発動コンテこれだからやばいな、火力がすごい。一気に体力を入れていくよ。しかしラシードはゲージが3本あるので、入るんだ、これ入るんです。あれ、ボフしっかり当てていきます。これ入るんですね。これでゴールドですからね。
確かに5000、これで5000ですよ。素晴らしい。皆さんこれをねみんな目標にしてやってもらいたいなと思いますよ。2人ともすげえちゃんと対策ができてて、うん、なんか見応えのある内容でしたね。来てくれるかな。個人的にはそうですね、この試合あの V リバーサルの履き方がすごくいいなと。ああそうですね、ちゃんとあの要所で使ってましたよね。そのしっかり相手 の, その有利なターンを継続させないっていうところで、あいいタイミングだなって普通に見入ってしまいました。キーノさんと、菊蔵オンラインさんかな、だるまさん、多分だるまさんが菊蔵オンラインだと思います。なんか日本っぽいんで。あ菊蔵とだるま、そうですケイノさんはこれ、そうですね、多分これ、ホグッドガイファイターサイトには書いてあるので、はい、そうですね、じゃあこのお二人で、ありがとうございます、はい、入ってもらって、はい、ありがとうございます、はい、じゃあお二人、対戦よろしくお願いします。やっと息吹だ。さくら人気ありますね、うん、なんかすげえ多い。そうですね、この配信台で来てくださる方もさくらとか、あとは最初で言えばアビゲルとかも2人出てましたし、そうですね、やっぱりあのぜひあの何回も言ってるんですけども、次回の大会にはあのファルケ使いやホンダ使いの方ぜひ来てください、お願いします。もう少し上に行ったらあるんじゃないですか。あのもし来てくださった暁にあの全力でそっちだけ応援させていただきますので、はい、偏った実況ね、偏っていきますので、はい、そうですね、やっぱり自分のね使ってるキャラが増えてくれると楽しいですよね。神月亭でどのような試合が繰り広げられるのか、キクゾオンライン桜対は、ごめんなさい、すぐ名前が出てきません、伊吹さんごめん、許して許すありがとうございます。ね、この世界観は。で中距離を制していくのは菊蔵桜か。空対空をしっかり制して裏回っていく。桜やっぱね飛びがね凶悪なんですよ。うん、こうジャンプ台系が通常の対空のキャラは割と落とすのが難しかったりするんで。中段立っている。おっとここは区内を読んでいるかのようなジャンプ台キック。空中飛行。長距離渡らず。お互いトリガーが点灯しました。めちゃめちゃ前出してましたね。攻略なコンボを持っております。よし、ここで画面端を取って EX で切り返していく。このジャンプ台系は強いです。おどのどのタイミングが発動するか。先に発動したのはサクラだ。確定や反撃あるんですが、いぶきとしてはなんとかここはヒットから見せて飛び落として、おーこれさあクルマ瞬間発動しましたあしかも確定、しかも確定出していくんです。昇王拳強化されてるのこれ完全無敵になります。そうですね、だからこれ EX ゲージもらえるみたいな感じなんですよね、このトリガーにっていうのは。ここで第2ラウンド、いぶきの方は3本 EX ゲージが溜まってる状態なので、このゲージどう生かしていくか。さくらの方にもこれ溜まってきました。しっかり各班から遠慮波動を見ている。お互いで当たっていく。霞がけでこの表裏が見えない。しっかりと前飛びで位置を入れ替えていきます。ダメージもかなり厳しいので、人類平等で厳しいので、ここの前飛びはめくる形になってしまった。ギャリ中断取って、あーけこの表裏はただこの読み合い。そうですね、やっぱりイブキはやっぱりこの風魔手裏剣出した瞬間からこのもう表裏の読み合いの回数がとんでもないことになってしまうので、そうですね、そこ桜川君はどう乗り切っていく鏡の頃ではあります。盆昇の強さ、もう対空開始7秒で画面外してきましたが、ここで画面上リバーで出していくが、ここはしっかり読んでいる。ジャンプ台形刺さって交差しかし、あこの台形でさしっかり差し返しています。いやさっち気づいたらすごいこと、よりしっかりここで無敵で切り返してきます。さあそう、いぶきの方もね、たまって
少ないから発動してきました。きたー、待ってラッシュ、ここの、あー、うーら強いのよ、この、これ、いぶきって感じですよね。いぶきはこれで、あったけご飯が食えるんだ。どうしたんですか。あったけご飯食えるんだ。ねえ、これで飯食えるんですよ、ね。あったけご飯食べられますよ、この霞がけは。けどもっとね、前はなんかもうステーキとかいろいろついたんですけど、うん、今ほんとふりかけぐらいしか多分ないんですよ。だいぶおかずを奪われましたよ、いぶきはバージョンアップ。どんどん弱くなってきた。南吾さんもちょっとモチベ下がりますよ、これ。あんな豪勢なさ、食卓がもう。しっかり台形でお消去していきます。みんなチュンリーとかです。台形刺さって、画面端、昭和剣、ゲージを使ってダメージを伸ばしていきます。ここはガードしている。クラカンしないんすよ、うん、なんでこの見た目でクラカンしないかわかりますか、ダンゴさん。 EX 昭和剣切り返していきます。ここでサクラはトリガー発動しました。なんか無敵がない。小足から発動、しっかり取っていきます。この読みはどうだ、思って。このこんな上に出ているけど、うん、無敵がないんですよ、サクラは、うん、でクラカンの条件は無敵があるかどうか、見た目じゃないですよ。かなり有利な状況でラウンドを取っていきました。王手を先にかけていきます。いぶきゲージ3本、このゲージふんだんなゲージをいつ使うか。さまず区内で使っていきました。クラッカン昭和剣でしっかりダメージを取っていきます。後ろポケットについてるキャラクターなんですか、これ。後ろポケットこれブランカちゃんですね。あ、確かブランカなんだ。はい、あのストーリーで確かブランカちゃん、ブランカと絡むシーンが確かあったので、俺あれポケモンのゴーストかと思って、めちゃくちゃライン超えてるなこのキャラと思って今。あ、色味もね、うん、そうですね、しっかりゲンガー、空対空は息吹が制していきましたが、強化昭和剣でしっかりゲンガーお紹介していきました。ブランカちゃん、またまた有利なゲージ状況、いぶき。やっぱこのキクゾンラインさんは本当にこのじゃ上からの攻めをすごい通している印象があるので、そうですね、多分自分の色を理解してるっすよね。こうやってやると強いよっていう、離れたら波動を打つんですけど、寄られたら飛ぶっていうやり方をちゃんとやってますね、強い動きを。無敵いらん。クライが通って、さくらはトリガーがいつでも発動できる状態になりました。竜巻と昇竜拳が強くなります。さあここはどうだ、この画面端しっかり無敵で切り返していく。諦めない、何度でも無敵打っていきます。素晴らしいですね。いぶきの方も風魔昇竜拳のトリガーがたまりましたよ。いける、全力対空出すがいいですね。ここは呼んでいたか、しっかり裏に回ってクラッシュカウンターからのフィニッシュです。この大会は MC もちゃんと対戦内容の話してるのがいいねって。ありがとう。低レベルでありがとうございます。低レベルですが、ちょっとすいません。ね、先日は JK としか話してない男だとは思えないぐらい丁寧な。そうですよね。よいしょ。見てみましょう。あ、もう次も最終試合ですね。うん、早いです。じゃあここだけ、ね、ただ、うん、多分最終試合じゃないないと思いますね。そうか、決定戦があるかな、うん、そう、ああ、ゲージも入ったもん勝ちなので、前回の大会やっぱりもっとアクエリアスを呼ぶのあったな、やっぱり。はい、ビースティービーカップで俺の時にやっぱ実況とかね。まあまあいたらいたで多分、なんか 2,3 キロ体調減っちゃうんですけどね、多分前回だったら。どうしていいか分からないから、血の果てでも飛んでいきます、ね、よろしくお願いします。ちょっとね、いや正直あのポポスケさんかなり俺、はい、あの前回 BCT カップでこう、はい、まあ自己研でこんなやってて、うんうん、ポポスケさんってすごいこうレスポンスとかやってくれるから、うんうん、超いいじゃないですか、はいはい、だから俺押したんですよ、うん、だからむしろ入れてもらって、はい、ちょっとポポスケさんお願いしますって
あんなにね、口数が減ったポポスケさん、俺初めて見たぐらい。だいぶなんか、いや、運営はきついっすよ、あの大会。だいぶなんか、これ、だってさっき見ました、コメントをしてたんですよ、ポポスケさん。うんうん、だから、要するに余裕があるんですよ。こんなやり取りもしながら、コメントを書くぐらい余裕があるんですよ。それを開ける大人の振りかけちゃうんかみたいなさ書いてあったんですけど、そんなレベルじゃなかった。レベルがない。そんなレベルじゃなかった。そう、ポポスケさん結構こういうコメントでなんか軽口みたいなのが結構好きらしくて、うん、それすらできなくなるっていうのはかわいそうっすね。え、もっと言うと俺がディスコードでこうなってますって言ったけど無視されましたから。返せない。きつかったんですね、ミストカップ。運営はね、あれはやっぱり結構慣れた人でもきついと思いますよ。そうですよね。うん、それが一期当選かける5ぐらい必要だったんですよね。一期当選消耗しますよね。で、今キクゾオンラインさんのところがあれか、ボタンを押してるってところですか。うん、そうですね。あともう一つ、シロさんと吉村さんの組み合わせも、こう、あ、今ちょうど進んでるのかな。あ、行けましたね。タップですね。行けましたね。なんかコンテンツって。ボットリンク。なんすかね。あは。こういうの見ちゃいけないのかな。防御力、こういうのあんま見ない方がいいかもしれないですね。なんかね。けど嬉しくないですか。嬉しいですね。ちょっと見ていいですか。うん、ちょっと 今のは見てよかった、ね。なんかちょっといい、ちょっと見てみますわ。なんか変なことやってるかもしれないんで、この世の中。お。やってますね。もう確かに。ああ、一方通行ですね、うん。なかなかね、こっちのチャットまでは使わないことが多いわ。ああ、いいっすね。やっぱこういうこと、こういうことをやってんすよ、うん、皆さん。これすげえ効率的。ああ。思いを立ててほしいです。ああ、いいっすね。いいっすね。その別に運営に言わなくていいんですよ。おのおので、ちゃんと、うん、あ、これ良くないから、もう一回やり直してくださいねみたいな感じを今こうやってくれてますね。うん、いいですね。みんなの力で成り立ってますね。受験頑張ってくださいとか書かれてないですか、大丈夫ですかこれ。あ、いいですね。もうちょい、もうちょい見てみよう、もうちょい。もうちょい。受験失敗してもね、あのチャンスはいくらでもあるんで頑張ってください。いいですね。うん、じゃあこれで順位を決定する。いや、ね、まだですね。違うですよね。うん、まだね。あ、このマイワイフイズザンギさんがまだですね。これのコンファームがまだ。ちょっと1対2だったみたいなので。あ、ちょっと待って、待って。訂正します。あ、すいません。1対2で、ポポスケ参加してるやん。参加します。ポポスケさすがですね。ありがとうございます。大丈夫かな。これで良さそうですね。あ、来ました、最終試合ですね。うん、おそらくこの後優勝決定戦あるんですが、はい、第5試合目来ました。11時半、いいペースですね。はい、全勝した方は一応残ってもらえるとありがたいなと思ってますね。はい、こうやって今から参加できますか。すいません、参加できない形になってます。すいません、ごめんなさい。そういうのもね、うん、したかったんですけどね、当初は。ワンチャン来月ももしね、うん、あの大会があればその時に、予定があれば参加していただきました。そうですね、熱い戦いをしてください。毎月、自己権は毎月の最後の木曜日、はい、最終木曜日、そうですね、20何日だいたいやってます。はい、次はプラチナ以下大会です。どうしましょうか。ウルトラプラチナになると13,999、さらに上がってきましたね。まあけど上から痛いっすよね。あれけど、ふも、あれけどほぼこれ上見たの。上さん見ましたね。4も見ましたね。男立ちさん対白米ライスさん。あ、うん、男立ちさんやっぱ無理っすね、さっきから。白米ライスさんさっき出ましたもんね。だドテラさん、ゆずきち PC さん。はい、にしましょうか。じゃあドテラさんとゆずきち PC さん配信台お願いします。はい、じゃあ下の方ちょっと行ってもらって、あ、また愛してるななみちょっと気になるんですよね。愛してるなな言っていいですか。はい、愛してななみか、愛してななみさんと、レモンサワーさん配信台の方にお願いします。この人は結構、はい、レモンさんは来てくれる方ですよね。配信とかにも
この世すべてのナナミに届けっていう感じがすごいしますね。あのそういう思いで僕もあの実況させていただきたいと思います。はい、7ハローでいきましょう。もう1試合ぐらい言っときます、最後なんで。なんか今のもう2試合終わった後1試合ぐらいできるぐらい曲がったんで。じゃあ、なんか一番小金さんと金さん見てないと思うんで。はい、ここも配信でしましょうか。はい、じゃあ、すいません、3試合に。はい、3試合にさせてください。小金さんと金さんも配信台にお願いします。最後なんで、ね。奥様なんとかと。あ、奥中。うん、愛してななみさんとレモンサワーさん、ドテラさんとゆずきちさん、配信台の方にお願いします。スキーチです。やっぱこれ継続が結構重要で、はい、と配信台って今ラウンジいっぱいかな。あ、ごめんなさい、ラウンジを立て直します。あ、いっぱいっていうか、あ、作ってないです、まだね、作ってなかったです、すいません。早っ、4人と6で、あ、間に合うか。8で立てて、8で立てました、間に合うよね、はい、ちょうどね。そうなんですよ、リストがやっぱそれもあったんですよね。5on5 で8人部屋しか作れないから、あれは、うん、狂気ですね。狂気ですよね。5on5 このシステムでの 5on5 ってえぐいですよね。めちゃくちゃきついっていう。あれはめちゃめちゃきついなっていう。お、皆さん入ってくれてますね。あ、いいっすね、いいっすね。今日もかなり楽しんだからな、大会。お、すごい2ペアの獲得。かなりレアな形です。かなりレアな形の2ペアを。おお、いや、こういう偶然もあるものですね。大会ならではでございます、うん、3カードあるかもしれないですね。3ペアか。まともな顔がポイズンしかいません。ドテラさんとユズキチさん、ポイズン以外強靭です、完全に。いらっしゃると。じゃ、殺意の波動に目覚めている方が3人と、まあ、あの世界の支配者が2人と、お相撲さんと、一般人、一般人、素晴らしい、ドスコイ亭の経営者。経営者ね。はい、ちゃんと売ってますよと。どうしましょうかね、じゃあ、ドテラさんとゆずきさんにやってもらいます。はい、じゃあ、はい、そうしましょうか。じゃあ、しあわせジャンさん、もう下に下がってもらえると、ゆずきさん、あとポルスカーゴラさんも下に下がってください。じゃあ、マチャボいつ切ってどっち勝ったんですか。いい、今やってる、もう終わったのかな。え、何やってる、もう多分時間的には終わってるだろうけど、ツイッターまで見てないっす。ああ、なんかその情報が全く回ってこないのすごいなと思って、こう別世界みたいな感じ。この今何やってるんですか。マチャボと五木さんの10先やってたんですけど、うん、そうなんだ。ああ、立川ありがとうってマチャボがツイートしてるから、10-0。え、俺は大丈夫ですよ。10-0でマチャ。すげえ。マジで。なるほどな。まあ、俺の予想もそこそこ近いんですけどね。10-0。俺。いや、すごいっすよ。CPT で負けてました。負けてました。あ、いや、言っていただいて大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、言っていただいて大丈夫ですよ。はい、あの、伊豆吉さん。あ、違うか、合ってるよね。はい、ゆずきちさん対ドテラさんです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。全然ですよ。俺、特にネタバレ。てか、ここを見てて、リアルタイムで見れるものがあって、無料でね。うん、ここ見てて、ネタバレすんな、どこってやついたら、俺がマジでちゃんとそいつに説教しますよ。
どんな世界線で生きてんだってそんなむしろどんだけ好きなのそれしても、ね、見に行ってると思いますよ。どんだけ俺のこと好きなのかっていう、うん、自己嫌悪をどんだけ愛してるのかっていう試合結果もさることながら、まずこの最終ウェーブ第1試合目、ゆずきちギル対、ドテラ影見ていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。胸の筋肉すごいですね、ギルの。あ、これおそらく全勝対決ですね。お互いに張りに張った筋肉もう完全に仕上げてますね。もう大会近いです。すごい見てください、この髪はもう本当に。まず中キックアドで牽制していくが、灼熱波動拳で先にダメージを取っていったのはドテラ影。昇竜拳は空を切っていく。上から攻めを通していこうとするのはゆずきちギルか。いや、これゆずきち多分俺強いと思いますわ。ブロッキング、自分のチームがある。エマスキル選択肢ここでカンニング昇竜。ここで影は、V スキル1のトリガー1なので、すごい敵へ行けば当たると思ったんだろうな今な。ここで、おルイリバーサル、この V トリガーが強い。おお、確認してる、うん、偉すぎる。ギルはここでトリガーが倒れた。中段立ってる、偉い。中段立ってる、あれね、ちなみに僕は全ての影戦でこれをやられて立ったことありません。まあ、食べてますからね。そうなんです、本当にね、しゃがみで。ここまでが、はい、まずドテラさん頑張ってる。こちらも制していったのはドテラ影。ゲージを使って上から攻めを通していきますするが、ここはしっかりガードをしています。中央でお互いの手がかり探っていくところか。ブロッキングがしっかり V ゲージを取っています。その50ですね、竜巻2回で、これは立ち回りを狙いに行ったか。そうです、多分その50ですね。上からの攻めは V ユニバーサルで切り返していきます。すごいですね、ドテラ影ぴょんぴょん飛んでます。これ多分影の地面だけ多分真っ赤っかですよこれ。熱い熱い。あ、なるほど、あのタイとかの修行であのやるやつですねこれまたってしっかりここでトリガー発動。このブロッキングを読んだ上での強化石英拳、シチと定めよ。ショルケン。これPC ってついてる人って基本的に強い人が多いんですよ。まあそうですよね。まあ作り直してるっていうパターンが多いんで、特に PC ってわざわざ自分でつけてるってことは、うん、なんで俺この人マジやばいんじゃん。しかも自分のチーム持ってるんですよ、うん、競争じゃないですか言うたら。そうですね、下に100人ぐらいいるかもしれないですからね、うん、だからかなりやばいのかなと思ったら、それをドテラさんが行きました。ドテラさんがね吹き飛ばす。そうですね、一本取っていきました。ドテラご苦労さんですね一見するしっかり回数読んでいます。おっと、スクラッカンしてしっかり V スキルを貯めていくようなところまでしっかり打ち込んでいきます。この膝は読んでいる。ゲージを吐いてダメージを伸ばしていきます。はいよ、開始20秒でもうこの状況。なんとかギルはトリガー発動して逆転に臨みたいところだが、さっきの発動者の影だ。エラスキル正規剣カンニングしましたね、ちゃんとね、確定反撃を。先にリーチをかけてきましたドテラ影。なんとかギルドとしては1ラウンドでも取って、はい、流れをこっちに持っていきたいところ。あ、上からの攻めが通る。ここで画面端、この膝通して EX 昇竜でしっかり切り返していきます。嫌な流れを断ち切ってきました。しっかり昇竜拳、ラス、ここは俺が反応です。 V リバーサル、 V リバーサルを狩るような動きをしてきました。ラス垂直をしっかりガードして、この膝でしっかり相手の赤影拳をとがめていきます。投げ一発圏内まで来たか。こちら V リバーサルと投げスカ市民を兼ねたんじゃないかなとは思いますね、一応ね。あ、なるほど。ここ上からの攻めを警戒していくかギル。パイロキネシスを当てて、なんとか粘っていきました。さすがのレベルの高さ。しかしながらドテラ影はゲージ2本半とかなり有利な状況となっております。ここどうギルは覆していくか。クラッシュカウンター。前投げ。この前投げは読んでいます。
キルは何、あともう少しで、これじゃあ EX ゲージ溜まりました。対する影は3本前投げ、画面上を継続していく。もう一発、これはね、手術の要を届きません、届きませんでした。新勝利、ここで投げ一発圏内まで持って、軽くマシマシだ、軽くマシマシの動きっすね。投げ、歩き投げ、中足重ね、はい、めちゃめちゃテンポが良かったですね。そうですね、しっかりそのやっぱり攻めのターンをこう継続し続けていくっていうのがやっぱり影の強みっていうところでもあると思うので、うん、そうか、そういったところ生かしてるのがいいなってと思いました。大会であの速度で攻められるとなかなかね、あの慌てちゃいますよね。そうなんですよ、そうですね、やっぱり、あと2人ともやっぱ、まあ、影もギルもキャラ的にはそんな強くないと言われてるキャラで、だからこそ自分の動きをちゃんとやろうっていう風になりましたね。なるほど。まあてか多分そういうキャラで上に上がるのってその自キャラの連動みたいなのは絶対求められるんで、かなり出たんじゃないか。あ、待ってください、これ合ってます？ですね、合ってそうな気がするな。レモンサワーさんと幸せじゃん、愛してのナミさんかな。あ、そうですね、あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、お願いします。はい、お願いします。ここで来ました、ゴーキミラー。あー、恐ろしい。一体どのような試合が繰り広げられるのか。おや、ありがとうございます。念願の勝利。念願の初勝利を。初勝利しやすい形、これを提供して、この格ゲー沼に引き抜く。レモン玉5期待、ナナミ5期。最終試合。テーマ賞よろしくお願いします。ペロペロ。貴様か。貴様対貴様です。第4号機。しっかりね、見ていく。そうですね、やっぱりもう髪の毛長い豪輝に慣れすぎたせいか、このショートカットの豪輝すごい違和感を覚えてしまう。おばさん、どっちがショートですか、むしろ右じゃないですか。ナナミ豪輝がショートヘアですね。あ、なるほど。このひっつめじゃないか、このまああれよね、あのノーマル豪輝ですよね、うん、そうですね、はい、スト4豪輝っていうかスト2豪輝っていうか、うまい、画面端じゃしっかり押し付けてきます。もうますぎる。ナナハロー、ジャンプからの攻撃、パーフェクト KO、見てるかな、ラミー。見てないでしょうね。多分見てないでしょう。圧倒的強さを見せつけていくかのような1ラウンド。ダフどうして？えらい、コンボ選択えらいですね。弱剣から投げを誘っていく、取り気づいたらもう画面端、100機投げ。これは行くか、行くな。いやー、これは怖い。あ、ガン。あ、これ残るかも。わあ、残るない。逃げちゃうぞ。逃げちゃうぞ。逃げちゃうぞ。ゴー勝利。ドット残る。ここで取り返すの。EX ファイヤー発動。ガチ。攪拌をしっかり読んでいました。EX ファイヤー波動。EX 勝利圏で今の KO でしたね。やっぱ燃焼ダメージみたいなのあるんですか。うん、そう、もしくは EX 竜巻。EX 勝利みたいな。コンボだった、言ったんじゃないかなって、はい、あの圧倒的強さを見せつけていきました。これにはナナミさんもにっこりでしょう。1バネライン、うんうん、V スキルで対空していく CV 選択肢、裏回った100機。そうじゃ、このさあ8弱系からの投げ誘いがかなり機能している。うわー、展開重視、展開重視。さあここで王手をかけてきました、ナナミ5機。ゲージも1本有利を取っているので、ここはなんとか俺にもできるんだというところ、レモンサワー5機で見せてほしい。なんかマニアックだな。対空がスキル個性が増えてる。100機だけ V、 ここはクラッシュカウンター。音楽聴きながらやってそう。ついに体力リード取ってきました。お互い EX ゲージは満タン。 V トリガーは先に7ミゴキが溜まってきました。あまりにも強力なトリガーがいつでも引ける状況。 EX ゲージを使ったら7ミゴキ100機で取ってきました。いつ発動するのか、そのタイミングに注目していきましょう。ダイヤシャツをしたいですね。まあ、一発動でも終わるんで、ダイヤシから発動、ガードの上から発動することによってフリフレームを打ち消すことができます。
前投げ。さあ強い発動。あ、瞬刻殺警戒ですね。反動発動。なるほど。あ、このザンク呼んでいる。ああ。しかしカード。あ、カットしてきた。あ、まだ生きてる、まだ生きてる。諦めないで。生きてる。頑張れ。応援してる。強化さん。大会なのよね。やっぱ弾強いな。いやナナミ、愛して、うん、愛してナナミ、うん、はい、いやーこれもうこのやっぱ愛の力は素晴らしいんだというものを見せてもらいました。相当スーパーチャット入れたんでしょうね多分。最後はですね、もう第3試合目がありますね、小金ちゃんちゃんさん対ポルスカゴラさんですね。カネさんです。カネさん、はい、はい、じゃあ本当にあのルーキーの方が参加してくれたりブロンズの方参加してくれて、はい、ありがとうございます。ここでね一勝掴んで、はい、言っていただけもしかしたらどっちも大会初勝利かもしれをかけた戦いなんじゃないかなと。もうルーキーとブロンズだと本当にもう階級差1個しかないので。そうですよね。ルーキーだから負けちゃうってことは絶対ないと思いますので、うんうん、なんとかあの意地を見せてほしいなと思います。あーレモンさん確かになんか相手乗ってましたね、うん、乗ってましたね。だから同キャラでも何がいいかって先に攻めてるやつの方が強そうに見えるんですよ。そうですね。だからそれを演出どうするかっていうのがあって、うん、そう演出ってありますよね。演出ある。俺も超やりますもん。超強そうにある。俺強そうでしょって言ったら、いやでも一気になりますよねそれ。それが結果的にライン上がるんですよ、うんそうですね、怖いと思わせるっていう、うん、超重要なんですよね。じゃあいきましょう。最終試合ですね。小金降臨対金ギルでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。よくよく考えてみるとこれ上司と部下ですね。確かに。あ、そうなんだ。本当にあれですね、降臨側はやっぱり上司だからとね、あまり気負わず伸び伸びと戦ってください。むしろこんな弱い上司嫌でしょ。それぐらいの気持ちやっぱりいってほしいです。パイロキネシスが通る。中足刺してパラベラムがしっかり当たっていきます。上で位置を入れ替えて緊張しますよね。画面中央上からの攻めを通していくのは金ギル。後頭部掴むんすよ。画面端やっぱり後頭部掴むんすよ。これ通りがかなり強くなります。アイアクロ普通前ですよね。前じゃないですか。これ後頭部掴むんすよ。見えない空中にぶつける。まだ生きてます。ドッと残っている。おーし、しっかり中パンチでとがめていきました。V スキルで攻撃をしていきます。そうですね。V スキル当たればオッケー。ね、そのまま行っても当てにもなるのでかなり強い V スキル。いいっすね。ちゃんと質問するのいいっすね。上から攻めをどうして？投げをまず一本。降臨はここでトリガーが溜まりました。あまりにも強力なトリガーがいい、はいつでも吐ける状況。この前投げをしっかり読んで中足でしっかり差し返していく。画面端を作って、2点作っていくのは金ギル。ここで一応入れ替えていきます。トリガー発動偉い。攻めました。先に発動したのは小金ギル。さあ、ここはいやいやいや空間を切り裂く EX パラベラム。画面端を入れ替えていきました。むずいんだよな。画面を中央に戻して。氷のコンボって。前投げの光をしっかり読んでいった。さあ、許されるか。いいね。ここはしっかり。おいよ。トリガーを使って、トリガーを使って。あるか。あるよあるよ。おお。あるぞ。頑張れ行け。あるぞあるぞあるぞ。トリガー使って。惜しい。パラベラムパラベラム。ここは許さないと後ろ投げ。そうですね。パラベラムは一応ガードで不利なんで、ああやって投げとかに負けてしまうという感じですね。けど惜しい。惜しかったですね。なんとかやはりこう1本取ってほしいので、うん、フードさん何かアドバイスありますでしょうか、ね、この子頑張って。おいただきました。最高のアドバイスです。頑張って。ジャンプ攻撃とかね、
強いよね。しゃがみ中キック。ジャンプ攻撃強いよ。ジャンプ対決強いよ。ジャンプ対決強いよ。ジャンプ対決強いよ。おいすいすい。アテミ。お、下段アテミを選択肢。あんまりにも渋い選択肢。しかし空を切って。あいこ画面端を先にやはりカネギルが作っていくのが目立つので、なんか後ろ投げ等で位置を入れ替えたいところ。しっかり重ねている。こそれ動いてる。ここでアーコパン2つ刻んでいく。マイ通常投げですね。マイ通常投げで投げるところをダメージゼロです。すごくないですか。すごい、あそこどんだけ優しいんだ。大キックさせて、やっぱりあのスナイピングキックかなり強いんですよね。強いですね。後ろ大蹴、うん、トリガー先に点灯しました。コガネ降臨、なんとか発動したい。生発動するだけでも偉いんです。発動したらもう勝ちでいい。勝ち通したら勝ちでいい、うんうん、今回特別ルールですね。これもう発動したら勝ちです。さあ、あなたの勝利。こっこやい。消化試合が始まりました。3本溜まっております。いや、ここでトリガーも溜まった。ああ、消化試合です。昭和へ帰ってしまった。コガネ降臨。何て言ってるんですか。昭和へ帰れってどんどん聞こえちゃうんですけど。昭和へ帰れってなんか。昭和へ帰れ、うん、すごいですね。昭和へ帰れ。昭和、昭和へ帰る、調和に帰る時だみたいな、そんな感じじゃなかったですかね。調和ならありそうなんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、試合の方を見てみましょう。宗教調和すぐ歌いますもんね。うん、よく本田もあの最後クリティカルアーツでフィニッシュするとね、みんなの歯磨き粉って言うんですけどね。確かにそれ、歯磨き粉ってちゃんと言ってるんでね、あの、うん、ね、優しく。歯磨き粉ってコメントしてください。歯磨き粉。あと今 98% なの、あと5試合残ってますね。はい。今愛してのなみさんとレモンサワーさん入力してもらってます。ここは多分鹿さんとワールドオーダーさんは最後のコンファームを捨ててない。確かにこのトラップ。これねあるんでね。はい。ああ。トラマルさんとザンギフさんは？ザンギさんがチェックインできてない、うん、コメントとかにさっきいましたよね。あ、いました、うん、いましたね。まあ、もしかしたら対戦中なのかもしれないですかね。で、ミナデイン先輩さんとカズマックスさんは入力中かな。いや、01になって01ってことはもうまだあれじゃないですか、入れてる最中なんじゃないですか。かもしれないですね。で、今小金さんとカネさんやったんで、うん、であと全勝者の方が3名いらっしゃるのかな。シード、ちょっとスタンディング見てみましょう。じゃあ1位の人、はい、1位の人シードしましょう。はい、っていうルールにしましょう。これってラウンド数取られたとかいろんなやつで、うん、一応順位が決まっちゃうんですけど、うんうん、1位の人をシードにして2位3位を1回戦にやらせるっていう、うんうん、厳密に行くんだったらやっぱりちゃんと順位出してから見た方がいいか。そしたら、うん、まあ、1位が同率だった場合どうするかっていう。ビートミックスさん、2位が、ウロ9029さん、見てない2人ですね。3位が TSX さんですね。そうですね。 TSX の1回見まして、うん、5-0 ってでもすごいですね。結構この大会で 5-0 って難しいと思うんですけどね。皆さん頑張られて。 TSX さんを見たよな、さっきの。見ましたね。見ましたね。ユリアンの方でしたね。うん、あー、スーパー、スーパーの人か。そうですね。でも大体ほぼ時間内で終わりましたね。これであと皆さん入力すれば終わりなので、最後ね、頑張っていただければと。皆さんの力添えが。前1時とか1時半とか結構遅かったですよ ね、 一番長くてそれぐらいの時ありましたね。そうですよね。 ありました。1時超えてましたね。ね、でもすごいですよね。92名いても同じ時間で終わるっていうのはね。そうそうそう。いや俺ね、オンライン大会は人数は、うん、そのさっき500人とか1000人とかあるんですけど、うんうんうん、あんま変わんないはずと思ってる、うん、ただ梅原さんの
一応全試合配信に移そうっていうのをやると、はいはいはい、あのものすごいお力添えが必要になるんですけど、うんはいはい、そうじゃなくて分回すんだったら、うん、これ何人いても別に変わんないんですよ、うん、裏でやってもらうだけなんで、うん、あの事故る確率が伸びるだけ、うん、そうですね。で今日はあんま変わんないはずなんですよね、うん、おもうあと1試合かな。ありがとうございます皆さん、あと1試合ですね。あおかわりで遅くなったのか。あそう最初の方は私おかわりやってましたね、うんうん、このルールになってからおかわりはちょっと難しそうなんで、まあ、おかわりしなくても十分満足度があるはずなんで、うんうん、そうですね。あ、アルスルノティアさん、ヨドさん、スタッフの皆さん、ごちそうさまでした。こちらこそありがとうございます。毎月やってるんで、はい、機会は。終わりましたね。じゃあ、順位を決定します、ね。入力終わりました。ありがとうございます。はい、ペン。ペン。ペン。来ました。1位はこれ何なんですかね。ウロさんは全勝全部取ってんですけど、ゲームも、うん、2位なんですね。これはね、うん、戦った相手の順位なのかな、はい、最後オポーネントポイントみたいな、ね、にもよると思いますね。これはね、すいません、はい、ここの謎がウロさんと TSX さんが戦ってもらって、はい、最後にその勝者とビートミックスさんがやってもらうっていうルートにしましょう。じゃあまあ上から下ちょっと見てこう今どういう順位、これもう一応大会は終わらせていただきました、はい、ということで、最後、上位3名によって、1位を決定するね、はい、全勝の、はい、全勝トーナメントやりますんで、じゃあ一応これはね儀式なんで、すいません読み上げさせていただきます。嬉、はい、しいんで、よろしくお願いします。あの最後ね長いですけども皆さんお付き合いいただければと思います、まあ、暫定1位ビートミックスさん、暫定2位、ウロさん、暫定3位 TSX さん、この3名は、この後、優勝決定トーナメントに進みます。で、4位です。ここはねもうでも8勝してますから、4勝してますからね、4勝ゾーンですね、4位、色紙さんおめでとうございます、5位、アマイディングさんおめでとうございます、6位フモラさん、おめでとうございます、7位カラクリさん、うん、おめでとうございます。4勝1敗ですね、はい、8位ハリハラさんおめでとうございます。9位クラートさんおめでとうございます。これね4勝もすごいですからね、10位ドテラさん、おめでとうございます。11位シンさんおめでとうございます。12位、白米ライスさん、はい、おめでとうございます。13位ゲスさんおめでとうございます。14位タタタイガさんおめでとうございます。15位、サンサンズさんおめでとうございます。16位ビエキョさん、ビーキョさんおめでとうございます。17位ハニさんおめでとうございます、ここまで4勝ですね、18位ワールドオーダーさんおめでとうございます。3勝2敗ですね。3勝2敗、3勝2男立ち見れず見れませんでした。そうですね、19位男です。ぜひ来月の大会も出ていただきまして、うんね、その時にはなんとかっていうところですね、はい、20位ゆずきちさんおめでとうございます。21位アーピーさんおめでとうございます。22位ガムさんおめでとうございます。23位シカさんおめでとうございます。24位愛してナナミさんおめでとうございます。25位一休さんおめでとうございます。26位デカシタさんおめでとうございます。27位キートンさんおめでとうございます。28位斉藤さん、あ斉藤さんばさすがの苦戦けど勝ち越し、そうですね、やはりこのゴールドの壁は厚かったってところだったんでしょうか、うん、ね、うん。29位 BBC さんおめでとうございます。30位、ベリーさんおめでとうございます。31位ケロケロマルさんおめでとうございます。リノスさん、32ですおめでとうございます。33位ガイアさんおめでとうございます。34位、スティックサイバーテックさんおめでとうございます。35位、リョウマタさんおめでとうございます。36位、カペルミューさんおめでとうございます。37位アンドーチンさんおめでとうございます。38位キーノさんおめでとうございます。39位、シャローさんおめでとうございます。40位、不統合さんおめでとうございます。41位トラマルさんおめでとうございます。42位ドヤフェイスさんおめでとうございます。43位サンタワさんおめでとうございます。44位、山田ちゃんさん、名前覚える作業でするから、はい、45位ムラックスさんおめでとうございます。でここまでが、3勝2敗で勝ち越しという、いよここからじゃあ順位とね名前だけにはいしたいと思います。46位、タイガさん、はいよ、47位はじめさん、48位、マイワイフイズザンギさん、はい、これですね。49位、おわつぬさん、
50位レモンサワーさん、51位松ヤニさん、52位ねずちさん、53位イヤエオさん、54位ピーニストさん、55位しまべさん、56位須田時計さん、57位ユネスコさん、58位クロエさん、59位リエンさん、60位アクアクションさん、61位教師さん、62位りょうさん、63位もちゃんさん、64位セフィフォーさんかな、65位いちさん、66位ゆうすけさん、67位あやこさん、68位レイさん、69位百鬼さん、71位ロスさん、71位兵頭さん、72位おかゆさん、73位ジタンさん、74位安松さん、75位奥名ルシアさん、76位ルノティアさん、はい、77位いましたね、ニート受験生さん、受験頑張って、受験頑張ってください、はい、78位バロンヤスさん、79位リリトさん、80位 HTC さん、81位シンプルタイトさん、82位サザエヘアさん、83位キクゾーオンラインさんですね、84位プラさんさん、85位吉村さん、86位まさきさん、87位カズマックスさん、88位カネさん、89位、13460さん、はい、この3名ですね、ミナディーンさん、シノンさん、小金さんはちょっと今回は勝利できなかったということで、いやけど本当に朝霞ありがとうございます、今回は、はい、ありがとうございます、あの多分勝ちにくい大会なんですよね、ランクが高かったと思うんで、でまたこう一周した後にまたブロンズとかやりたいなと思ってるんで、はい、その時多分これが多分力に変わるんじゃないかなと思います、基本的にやっぱ大会参加すればするほど強くはなると思うので、はい、今日は本当に参加ありがとうございます、はい、でまあここからじゃあ3位、これもう3決やった方がいいってことですか、トーナメントより3決の方が早いのかな、いや怪しいか、怪しいですね、とりあえずラウンジ立ててもらっていいですか、あー押しもらっていいですか、え壊れた、あこれがこれを閉じないとダメなのか、これできるかごめんなさい、メンションつけてお呼びしたんですけど、どうでしょう、どうでしょう、ラウンジありませんってことだったので、あこれダメだ、フリーズだ、フリーズした、あれまた、助けてちょっと待ってよ、最悪タスクキルするしかないかなと思うんですけど、これタスクキルがね、これ前できなかったんだよな、ちょっといけるかな、行ってくれ行ってくれ、今ね、あ、OK、ストリートファイター5のアプリケーションが応答なしの状態になっていまして、タスクマネージャーで消しました、あ確かにね、あすごい、もうあのあ い, けそうです、ね、いろんな人から、うん、大会参加しましたとこう感想戦もいただきました、本当に ありがたいですね、大会はすごい楽しいもんなんですよ、うん、はい、うん、楽しい、一勝するともっと楽しい、じゃあ今回あの一勝できなかった人が3人ですね、3人なんで、はい、優先的に教えたいところで、ね、教えたいよ、来てほしい、来てほしい、自己権にね、はい、前回の大会で毎週木曜日19時からね、自己権やってますので、ぜひあの今回負けて悔しいという方もやっぱりいらっしゃると思うので、ぜひこのねフード先生に教えて教えを超えましょう、来週来てくれるなら優先して入れたい、来週がないんですよ、来週休み、来週は、週はあれじゃないですか、いや、もうゲージ使っちゃってるんで、今回 MP が、MP がなくなるんで、いやね、いや、これ男の一先にします、あ、いいかもしれない、男の一先にしましょう、あ、まあ、女性だったらすみません、ちょっと、これは熱いですね、はい、一先で、最初にやるのは、そうそう、1位の人がシードということで、うんうん、あの、なんで1位になるかは分かりません、ただ、理屈じゃねえと、ビートミックスさんとウロさんと TSX さんで、最初にやるのが TSX さんとウロさん、でそれの勝者とビートミックスさんでいいですかね、はい、で一先ですね、これ一先にしましょう、はい、暫定1位がビートミックスさんです、ラウンジに入ってきていただけてます、ビートミックスさんがいらっしゃいましたね、ウロさんと TSX さん、ウロさんと TSX さんいらっしゃいました、 TSX さんいらっしゃいました、あとウロさんですね、あ大丈夫、あ1位目指します、頑張ってください。
すいません、そしたら TSX さんとウロさんが最初なので、それ以外の方は下に下がってます。そうですね、まあ、ウロさんがまだ入ってきてないのかな。ないですね。まああれがあると俺が飛ばしてもいいかもしれない。あ、違う違うやな、わかりますか。でもビートミックスさんも血の気盛んですね、今のレディーは。これは怖いですよ、本当に。決勝戦で待ってますから。今のうちにね、このお二方の対戦を見て、もう全力で対策練ってください。つっさいやったべ。いろんな方がもう。029。はい、コメント欄でこういろんなこう選手を応援するってのもなかなか熱いですね。そうなんですよね、なんか少しずつすごい、なんかあれですね、なんかあつつ元おっさん集めましたね、コメント。あ、じゃあこう、はい、じゃあ先に来ました。つつつつつとうろさんで、はあ、やっていただきて、イサキですね。イサキです、イサキでした、イサキです。はい、もう最初からお互い全力でぶつかっていってきましょう。ウルトラじゃないんだ、今回ウルトラいなかったんだ。そうですね、はい、これスーパーゴールド、スーパーゴールド、ゴールド。いや、ウルもいましたよ。いました、いました、うん、ジュリーの人一応いました。はい、けどここにいないんだな。うん、さあ、じゃあ試合の方を始めてください。いや、5000全勝すごいっすよ。そうですね、うん、5回連続で勝つってのはもう運だけじゃ多分済まされないので、うん、普通のトーナメントでも優勝してますね、5回だったら、はい、うん、じゃあ TSX さん対ウロさん試合の方お願いします。お互いよろしくお願いしますと、もう真摯期待したいですね。いいですね。そうか、全勝優勝ですね。もうこれはもう全勝同士の戦いがついに始まります。いや、見てる方も緊張するんですけどもね、しっかり見届けていきたいと思います。ツッツユリアン対ウロゴキへ行きましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。どっちが勝つかな。もう一先なので、もうバッチバチの視線の飛ばし合いですね、もう。まあ、攻めた方、始まりました。いいですね、攻める。先ほど配信で見た時と同じように、ユリアは V トリガー2を選択しています。なるほど。まず先に攻めを通したのはウロゴーキ。画面端でしっかりダメージを取っていきます。しかし、下段あまりにも素晴らしい選択肢、ここで投げを取って育成、育成権、しっかり昇竜に回でゲージをちょっと回収して V スゲージを貯めていきます。気づけばもうこの体力差1兆円かる、あんま100点の投げ、ここでトリガー発動だ。どんどんどん、さあトリガー使ってゲージを使って打った、膝膝、この膝が強いんだ。あ、一瞬の出来事でした。30秒でラウンド取っていきました。いきなり王手をかけたのはウロゴキ。 EX ドランクが通る。気づけばもう画面端を背負わしていく形か。膝シャック熱、ここで飛びを通していく、眼下ヒット、しっかり V ゲージを回収していきます。うろうろして難しい前を作っていきます。うわ、強い、ユリアンここでスターン。大大昇竜、しっかり決めて次へともう意思をつなげていくようなパーフェクトラウンドでした。確かに、まあ、この試合を見てるんでどういう傾向かっていうのもこうね、う見れますからね、うんうん、ただ相当攻めが凶悪でした。このこの一戦を経て、ウロゴーキはついに、優勝決定戦の決勝戦へ進みます。ツッツユリアンも結構いいシーンはあったんですけれども、やはりそうです、ウロゴーキのこの攻めの圧に耐えきれなかったという形でしょうか。はい、じゃあ最終優勝決定戦ですね。はい、お願いします。これが真の優勝決定戦となります。はい、ウロさん対ビートミックさんです。ウロさん、ウロゴーキ対ビートミック、ビートミッ
ックス影。影ですね。いやー、すごいですね。お互いに、お互いも殺意を持ってるので、もうこれどちらの殺意の波動が強いのか。ね、まあ攻めるんだろうなと思いますね。そうですね。潔ですね。では、いきましょう。全国150万人のストリートファイター5皆さんのファンの皆さん、お待たせしました。決勝戦でございます。11月27。11月の大会決勝を飾るのは、ウロゴーキ対ビートミックス影。行ってみましょう。よろしくお願いします。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 ついに来ました。あ、先ほどの攻めの対策、灼熱のバスバキで抜けている。あまりにも偉い選択肢。しかし負けじと灼熱打って波動拳打っていく。対空は昇竜完璧か。ここで影はトリガーが止まりました。画面端を背負わされていますが、一発逆転のトリガーは点灯している。そうですね。ダイヤ力から発動、位置を入れ替えて、この石星拳を前ジャンプでなんとかかわしていきました。しかしあともう一回打てます。なんとかこの一発をダメージにつなげていきたいところ。この読み合い制したのはゴキ。コパン対空じりじりとここでコンボ決めていきます。ゲージ状況は合金の方が有利ですが、なんとかなんとか攻めの糸口を見つけていきたい。灼熱を打つことによって少しずつラインを上げていく。ここで勝利をクラクラ取っていきます。さあ投げ一発で終わる圏内ですが、いやーいガシでだ。これも男の一先ですよ。男の一先ですね。いやー、この勢いそのまま優勝まで突っ走るカウロ合金。なんとか1位の意地を見せていきたい。これはミックス100件シュチと定めよ。えらすぎる。ダメ、日記に体力差をここまでつけてきました。ゴーキは体力が少ないので、これはあまりにも重い一撃。早い、対空勝利をしっかり。ここでゴーキは負けじとトリガー発動です。ゴー勝利。さあ、ここの起き上がり、どのような選択肢を見せるか。前投げ、影としてはトリガーが溜まったのでなんとか発動したいところ。ここで発動です。中継から発動してきました。当たっている。うわあ、マイステップ後ろ投げ。その前の選択肢がやばい。ふさわしいフルセットフルラウンドです。皆さん一先なのでフルセットフルラウンドです。合気団、ここは EX ゲージ3本あるので、どのように使うか。 EX 灼熱で使っていきました。さあ、ゲージ状況は5分。しかしながら影はちょっと体力が奪われています。この飛びは値千金の飛び。あー、高い。おー、いい投げ。膝がく、なんと、ここで後ろ投げで入れ替えてきました。大足から発動、投げ少しにもなる。ゲージを1本使って前投げ、リーチリーチ。わあ、これは決まったか。トリガー発動。あー、大会、これが大会だ。大会だ。あー、もうやばい。これが大会だ。体力ドット、あとは小付けば前投げ一点。いやー、いい大会でしたね、これ。これなんですね。最後にいいの出た。しかも最後 CM あったんでね。さっきフルセットフルラウンド、あまりにも緊張する場面で舌が、ね、指触れるんですよね。いや、それやっぱり優勝決定戦1回戦目から飛ばしていったウロゴーキの見事優勝ということで、うん、はい、おめでとう。ゴールド大会優勝。もし皆さんよろしければディスコードディスコードに来ていただけるとありがたいんですけども、はい、どうでしょう、ウロさん、TSX さん、ビートミックスさん、最後一言ディスコード上でお話。ビートミックスさんもいましたよ。ビートミックス、あ、いる。はい、じゃあビートミックスさん、素晴らしい、来たいですね、ぜひ。はい、ビートミックさん、お話できそうでしょうか。はい、もしもし。あ、大丈夫です。お疲れ様です。お疲れ様でした。最後かなり適正を。あ、惜しかったですね。あれ、熱くなりますよね。はい、指が震えて。そうですよね。やっぱ緊張しますよね、大会で。しかも本当に、言うたらあと一発当てたら CA まで行って勝ちっていう状況まで行ったんで。惜しかったね。だけど、うん、このウルトラゴールドが優勝
ていうかまあ上位に入るのかなと思ったところ、うんうんうん、ゴールドでこうやるっていうのはかなり頑張ったのかなという、ね、そうですね。前回のシルバーだとウルトラシルバーの方が来てたりとか、そうっすね、ブロンズの時もウルトラブロンズの方2人だったので、うんうん、これは結構初めてですね。うん、ランクが上がれば上がるほどあんま関係なくなるとかあるのかな。いやみんな強かったですけど運が良かったです。あいい感じじゃあ勝てた。やっぱ1回戦から結構やっぱ接戦が多かったりしたんですか。あそうです、全部あのギリギリでなんとか。いやあります。なんかこうスイスドローっていう大会ってあんまり参加したことないと思うんですけど、形式的にはどうですか、参加してみて。いや面白いですよ。あのなんかテンポも速いし、うん、すぐ対戦できるから面白かったですよ。あテンポ速いんですね。なんかこっち配信してる分だと、うん、テンポのところちょっと気になったんですけど、うん、ちゃんとそうですね、あのそんなに待ち時間なくなかったですね。あじゃあこう終わってみたいな、うん、ですぐやってみたいな、うん、ありがとうございます。まあ、なんかむしろこここうしてくれると嬉しいなとかありましたらちょっとやってくれると、自己嫌は変えていくっていうのがこうスタイルなんで、うん、特に特にないですね。じゃあ最高完璧です。これがベストなんで、これがもうベストとか大丈夫です。なんであの今後もこう大会続けてって、多分次はプラチナ大会やろうかなと思ってるんで、うん、そちらにも参加してくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、今日はぜひ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして確かにな、入力とかもあるしね。うん、ウロさん、コメントにはいるみたいですね。おまもいますよね。お前やでさんね、うん。もしよければなんですが、ディスコードのウロさん今おまえ、うん、いらっしゃいますよ、ね。お前やだ、うん、さんですね。お前やでやでさん。やでか。うん、もしディスコードがありましたらね、いらっしゃっていただけると。いただけたら最後ね、はい、優勝コメントなどを。つつ元おっさんさんも、はい、そうですね、ぜひね、はい、最後一言いただきたいですけども。おっ、ウロさんが、あ、ウロさん来ましたね。もしもし、あ、優勝おめでとうございます。お疲れ様です。おめでとうございます。最後やっぱガクブルそうですね、緊張でちょっと CA がだけどやっぱ悲しみの中盤がありましたけども、でもやっぱ攻めがすごかったですね。すごい攻めがもうみんなにぶっ刺さってやるみたいな感じで、はい、なんかありますか、団子さんから気になった部分とか質問みたいな。いやなかなかその92人の大会で優勝するってないと思うんですけど、なんか他の大会で優勝したりとかってあります？そのオンラインの大会が、はい、その初めてで、あ、そうなんだ、はい、でそのまたやっぱりその初めてで楽しかったんですで、はい、やっぱまた次の大会もあればやっぱいろいろ出てみようかなって思いましたね。おお、確かにこれをきっかけに自己嫌の大会以外いろんな大会結構あるんで、はい、まあ、そういうのも参加してくれると、はい、しかも今回成功体験も得たと思うんで、はい、そうそう優勝ですからね、はい、うん、やっぱオラオラするのは基本やっぱ偉いと思うんで、はい、うん、そうですか、やっぱ、うん、いやすごかったです、攻めの圧がすごかったです、はい、むしろあの来月のこのまた末にプラチナ大の大会もやろうかなと思うんで、はい、そちらの方も参加してくれたらありがたいなと、はい、思います。今日本当にありがとうございました、はい、また優勝おめでとうございます。あの最後にごめんなさい、自分からちょっと一個質問したいんですけども、すごい、あのちょっとまあ5回5勝して、でさらに優勝決定戦も優勝したってことだったんですけども、なんかその、はい、優勝するこうなんか秘訣みたいな、なんかこういう気持ちで臨んだら勝てましたとか、はい、なんかそういうのあったりしますか、今までの対戦通してきてとか。そうですね、やっぱその、どうなんやろ、いやちょっとやっぱ、言葉が浮かばんすね。どういう気持ちでこう臨んだらこう勝ちにもつながりましたとか、なんかとりあえずほんまに勝ちたいって気持ちで臨みました。へ、うん、まあ、それ超重要ですよね。あ、そうなんだ。はい、負けない選択肢ってスト5弱いですよ、はい、あ、こう降ってきた時に、あ、そうなんですね、受けれるゲームじゃないですよ。
だから安定して勝とうってやると、はい、相手の気持ちのった卓に、はい、まあ、どうせ崩されちゃうんですよ。なるほど。だから相手を倒すぞっていう気持ちの方がストリートファイター5はかなり偉いんですよね、はい、スト4とかはむしろ結構受けるの強くて、はい、負けない選択肢ってのはすごい良かったりするんですけど、スト5はもうそういう気持ちの乗ったプレーっていうのがかなり肯定されるゲームなんで、はい、多分すごい良かったんじゃないかなと思います、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今日ね、なんかツッツさんはなんかちょっと恥ずかしいということでね、うん、あ、そうですかね、はい、あのね、次の大会でね、はい、恥ずかしさもなくしてちょっと、うん、そうですね、来てくれたらいいなと、うん、じゃあ思います。じゃあまあ、じゃあ最後締めにかかりましょうか、はい、じゃあアクエリ兄からじゃあなんか言ってもらえますか、ね、ちょっと、はい、あ、そうですか、そうですね、今回もあの実況させていただきましたの本当にありがとうございました、はい、そうですね、やっぱりゴールドっていうこともあって、まあその攻め切る選択肢だったりとか、そのダメージの取り方とかがやっぱりその今までのあのシルバーやブロンズと違ってもっとダメージを取りに行くっていうのがあったりしたので、うん、やっぱりそういったところ点で見るともうあの上級者と変わらないんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、で、そうですね、やっぱあとはやっぱりその全ての試合がやっぱ名勝負だったと自分は思うんですけども、やっぱりその最後のあの優勝決定戦の最後決勝戦、あのウロゴーキさん対あのビートミックス影さん、うん、あの2つはもうあのやっぱ攻め切るっていうやっぱ意思をすごい感じたので、あのやっぱりそのまんまやっぱ勝負も出ていったのかなっていうふうに感じたので、うん、まあ、これからもそういう強気の気持ちでこのゲームやってもらえたらなというふうに思います。ちょっと下手くそだったんですけど、まあ、ちょっと来月の大会もあのもしね自分も余裕あればあのこういうふうな実況という形で参加したいと思いますので、本当に毎回毎回実況上手くなってて、はい、もうもはや普通ですよ。いや、まあ本当にありがとうございます。もういやだいぶ本当に1回から見てる人は分かると思うんですけど、マジで普通に上手くなってるんですよ。そうなんですよ。この場でやっぱりね、あのいい恥ずかしい思いしないっていうのもそうです、やっぱ見てくださる方にも、あ、こいつ実況やってくれてまあまあ良かったなっていう風に思ってもらいたいっていうのもやっぱあったので、やっぱりそういった中でも自分も成長できてあの嬉しいです。あの本当にあの他もね、何かもしこの配信見てる方で何か大会ありますよっていうところで、うん、実況枠ちょっとねんだよなとかありましたら僕にあのメッセージいただければ、もう地の果てでも泥水すすってでも参加しますんで、よろしくお願いします。褒め実況ということでね、あ、もう褒めます、本当にもうめちゃめちゃ褒めますんで、よろしくお願いします。あ、ありがとうございました。今日もありがとうございます。はい。ポポニー、ポポニー、いらっしゃいますか？ポポニーどうでした？ポポニー、今日楽だった。今日どうでした？今日楽だった。実況。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした？今日も相当楽でしたよ。まあ修羅場経験しますからね。顔つきが違うから。一週間経たない前にね、修羅場がありましたから。まあそうですね。いや、あの普通にディスコードのあの使い方もとても理解されてる方多かったし、うんうんうん、スマッシュ GG のあの勝敗報告も、はい、まあ、一番最初絶対わからないじゃないですか、うん、もう何をどうするんじゃとか、うん、どこから開くんじゃとかってなると思うんですけど、うんうんうん、それでもあのすでにできてる方とかもいらっしゃったし、うん、なんかもうとても運営としては助かりました。まあ、うちらもホスクさんがいるからある程度放置でいいやっていう、うん、楽だったんだったらそれは結構でございます。いや、このシステムはマジで楽です。スイスドロー楽、言葉に重みがありますねこれ。スイスドロー楽ですか？スイスドローでも楽じゃないですか。あ、まあ、そうっすね。スイスドロー、うん、結構みんなやってくれますもんね、ちゃんとね、裏でね。そうですね。けど、まあ、あの人数が増えたからっつって、やっぱ辛さ今回とかっていつもより 1.5 倍とか多いわけじゃない、うんうん、2倍とか多いから、うんうん、2倍ぐらいですね。けど、はい、本来は労力って2倍かかるべきじゃないですか、うん、その運営負担って。まあそうですよね。けど全然ないじゃないですか、うん、まあ、システムがやはり完成されてるというか、うん、だからもう CPT で使われるだけあるなと、うん、まあ、そうですよね、うん、それを準拠してやってるっていうのもあるんで、うん、まあ、それもやっぱでかかったんだろうなっていう。ただ何人来ても大丈夫ですよと。お、100人来ても、はい、そうですね。皆さんちょっとそれで見てる人も、はい、ちょっと気軽に参加してほしいなと思います、うん、じゃあ団子さんの方でも、はい、最後に一言お願いします。はい、そうですね、大会、まあ今日ね、ちょっと3人
あの一生できなかった方たちが、まあ、どうしても出てしまうと言ったんですけども、うん、でもねこの大会のいいところはやっぱね5戦できるっていうところで、そうですよね、必ず、まあ、最初強い人と当たるかもしれないですけど、だんだん自分と同じランクぐらいの人と当たるようになってくるんで、なんか大会で戦う経験っていうのはまあ、すごいでかいなと思うんで、うん、次回はねおそらく一生できるんじゃないかと思いますんで、はい、ぜひこれに懲りずに参加していただければありがたいなと思ってます。そして、まあ、あんな大きい大会があった後にね、フードさんね、お疲れ様でしたね。お疲れ様です。お疲れ様です。そして、なんとですね、はい、まだ CPT に出るチャンスがあるということで、アンケート、ね、アンケートじゃない、投票がね、始まっておりますので、はい、皆さんぜひ、この大会の参加条件に、規約に書いてあると思うんですけど、皆さん投票の方よろしくお願いします。15票投票させていただきました。お願いします。悪質な詐欺でございます。カプコンアップに、ね、出れる可能性がまだありますんで、はい、ぜひね、まだ入れてないよという方いらっしゃいましたら、フードさんに入れていただければ、はい、で今日でね、スマッシュ G のアカウント皆さんね、はい、あ、そうです、入ったということで、もうすでに10票は、うさんくさい、なんかセミナーみたいになってる。92人いるので、すでに920票近いということです。ありがとうございます。もちろんね、皆さん推しのね、人がいると思うんですけども、ね、はいはい、うん、はい、好きな、冗談で、はい、そうですね、好きな人にも入れてほしいなと思いますよね。俺、はいはい、は引き付けをしたいなと思います。そうですね、引き付け結構いいんじゃないかなと。あるんです、もしね、自分がもう他の人に入れてしまったら、はい、その自分以外の人にね、はい、フードさんいいですよって、はい、そうですね、親族からぜひちょっとよろしくお願いします。親族、はい、でまあそうですね、お礼の方だと、あ、今回92人と大きい人数が参加したのに、うん、あれがなかったんですよね、シード、あ、そうですね、先輩がなかったんで、うん、はいはい、不戦勝か。で、不戦勝はない方がやっぱり見ててもいいなって、うん、なんか思いましたね。なんで、基本的に大会人数は偶数でまずやりたいなと思いました。そうですね。偶数の方が、だって5人毎回、うん、ちょっと、うん、嫌なって言ったら変かもしれないですけど、まあ、なるんで、まあ、偶数で今後はうまく調整してしたいなと思ってますと。はい、まあ、それとやっぱ、うん、こうやって続けて、うん、まあ、どんどんランクを上げていくんですけど、やっぱり自己嫌の気持ちっていうのは初中級者にあると思うんで、そこはこうぶれないようにもやっていこうかなと思います、うんうん、なんで今ブロンズ帯でもっと私も参加したいとかあると思うんですけど、ちょっとだけ待ってほしいなと。むしろこういう段階を踏んで大会を見ることによって目標立てみたいのはすごいできやすいとは思うんで、うん、まあ、そういうちょっと気長な目で見ていただけるなと。で、今日は本当に熱い試合たくさんやってくれてありがとうございます。しっかりしたコメント。また来月やるんでみんな参加してくれよな。完璧、わーい、参加しましょう、はい、これは票が入るんじゃないですかね。投票もお願いします。まあ、じゃあ、はい、じゃあ今日はね、配信をこの方で、はい、閉じたいなと思うんで、はい、本当になかなか見ていただき、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来月も、はい、まあ、むしろ毎週で、来週の自己嫌は休みです。来週休みなんですよ。MP がなくなっちゃうんで、この大会開くと、はい、なんで今日は本当にお疲れ様でした。で、本当に大会参加してくれた人みんなありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、ウルさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。